そうですね。これどうやってスタートするんだ。プレゼンを上げるの。画面の共有としていただく必要がある。報告となりましたので、地域研究講座の方、開催してまいりたいというふうになっております。まずは会場の皆様にですね、ご連絡というか、ご案内、となりますけれども、会場内ですね、換気の方を随時させていただきますので、ちょっと時折ですね、窓を開けるものですから、ちょっと寒くなるかと思いますので、ぜひ上着はですね、着用の方ですね、ご覧いただければというふうに思っております。一応会場の後方というか外の方にですね、ブルーヒーターとかが準備しておりますので、寒くなりましたならばですね、構わず、ストーブに当たっていただいてですね、そして暖を取っていただければというふうに思います。それから YouTube にて、ご視聴の皆様、音声の方いかがでしょうか。私の手元のスピーカーですとかハウリングして聞こえておりますけども、はい、今ちょっとホストの方で調整をしております。はい、ということでですね、地域史研究講座の3回目ということでございます。で、前回がですね、ちょっと残念ながらオンラインのみでの開催というふうな形に、なりましたけれども、今回はですね、従来の対面の講座、それから、オンライン配信ですね、と合わせてですね、開催、する、運びと、なりました。ありがとうございます。そして本日ですね、最終日となる本日の地域史研究講座では、後藤新平から読み解く近代史と、題しまして、欧州市内での、資料調査、あるいはその、研究を軸にですね、ご専門の分野、あるいはさまざまな観点からですね、本日はお三方の先生に、ご発表、ご報告を、頂戴する予定と、なっております。はじめにですね、あらかじめ本日、発表いただく、ご報告いただくですね、先生方を、ご紹介させていただきます。まずこちらの左端でございますけれども、欧州市立後藤新平記念館館長の、佐藤敦夫先生。はい、それから、そのお隣でございますけれども、東北大学大学院法科研究科教授の伏見武人先生です。そして私の隣になります、欧州市立後藤新平記念館学芸調査員の中村淑子先生です。よろしくお願いします。
発表、ご報告の順につきましてのもうですね、今ご紹介させていただいた通りですね、順に発表、ご報告を賜りたいというふうにと考えております。また、もう一つ、ライブ配信もですね、前回同様ですね、ライブ配信につきましても、合同会社、あまねさんのご協力により、運営してまい、りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、申し遅れましたが、今回の進行役につきましても、私ですね、江差共同文化館の、野坂幸平が務めさせていただきたいと思います。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、それではですね、途中、休憩時間等もですね、設けまして、終了時刻はですね、16時、午後4時をですね、予定としておりますが、どうぞ最後までですね、お付き合い賜りますように、よろしくお願いをいたしたいと思います。なおですね、会場におられる皆様からのですね、ご質問とかご意見等々につきましてはですね、会の終盤に質疑応答の時間を設けておりますので、まとめてお受けしたいというふうにこう考えておりますので、ぜひともですね、ご質問等々、頂戴できればというふうに思っておりますし、それから YouTube でご視聴されている皆様におかれましてはですね、YouTube のチャット欄、この機能をですね、ご利用いただけますので、こちらどうぞですね、お気軽にご活用いただければというふうに思います。YouTube での、ご質問等につきましても、同じく会の終盤においてですね、会場でのご質問と合わせて、先生方にですね、ご回答などをですね、頂戴したいというふうにこう考えております。はい。それではですね、早速、本論に入っていく前ではございますけれども、ちょっと私の方からですね、この地域史研究講座の概要につきまして、ちょっと若干ですね、資料を共有させていただきながらですね、説明をしてまいりたいなというふうに思っております。はい、ちょっと私の方からはですね、ちょっと PDF の資料になりますけれども、こちらですね、共有させていただいております。もう3回目で、最終回を迎えて、おる、今日になってというかですね、改めてと申しますが、地域史研究講座というのはどういうものか、もちろん講座ですからですね、皆様に広くですね、その地域文化を知っていただくという大きな目的があるんですけれども、特にですね、奥州市内で行われております、資料調査、の成果についてですね、こちらを広く共有する目的で、実施いたしております。年間通じてですね、様々なところでの、資料調査というものがですね、行われて、ございましてですね。で、そのやっぱり成果というのをどこかでですね、皆様に、知っていただく機会っていうのをやはり、設けるべきだろうというふうにですね、そういった趣旨でですね、開催しておるところでございます。大体1月から3月、各、毎月ですね、1回ずつ、そういう機会を設けましてですね。で、様々な、調査、の概要であったりとか、その、成果ですね、結果報告なども含めましてですね、そういったご報告をさせていただいている、そういったところでございます。で、講座につきましても、こうやって、今日と同じようにですね、対面で皆様をお迎えして、講座を、行っておるんですけれども、合わせてですね、オンライン配信というふうな手法を用いましてですね、当館の YouTube チャンネル、公式チャンネルでですね、ご視聴もいただけるというふうな、形をとっております。とにかく、広くですね、皆様に、この地域の文化、資料調査であったり、その研究についてを知ってもらうということを、大きなですね、目的としておりますので、より多くの皆様にですね、周知する、知ってもらうということを心がけて取り組んでおるところでございます。で、奥州市でのですね、資料調査事業って様々あるんですけれども、今回は特にその記録資料調査などをですね、軸にその内容を報告させていただいておるところでおります。で、奥州市内での調査に参加した研究者等によるですね、報告ということでですね、で、主体となるのはもちろん奥州市のですね、職員、学芸職員でございますけれども、
そればかりではなくてですね、市内の博物館施設の学芸員、あるいはその学芸調査員という、皆様にもご参加いただいておりますし、それからあとは大学機関ですね、大学の、先生方にもご参画をいただいております。それからの、まあ、今日 の、 あの配信の方ですね、担当しておりますあの民間資料調査会社、アマネソンさんのようなですね、こういったその民間であの資料調査を専門的に行うでくださるですね、こういったその企業、などもご参画いただいていると。それからですね、その職業研究者のみならずですね、地元でその郷土史家と呼ばれている方、あるいはその、一つの分野に長けたですね、専門家の方、あるいはこう任意団体、あの、古文書の会とかですね、検証会といったようなですね、やっぱりこの市民によるその組織などですね、そういった方々にもこう広くこう参加していただきながらですね、この地域での、この奥州市でのですね、あの資料調査っていうのは進められていると。で、それをまあ担当、参加された方にですね、それぞれこう、登壇していただいてですね、あの、お話をまあ伺う機会にもなっていると。で、その調査方法につきましては、総合資料学的観点を非常に重視しております。これはどういうことかというとですね、あの、一つの分野にとらわれずですね、広くですね、資料を見ていくというふうなものになります。例えばですね、あの、家一軒分をこう、調査しなければならないといった場面でですね、例えばその家そのもの、これはもう建造物になりますし、やはり歴史的な建造物であれば、やっぱり建造物の専門家の方にこう、見ていただく、参加していただくということになりますし、そのお宅の中にどんなものがあるか。例えばその古文書があれば、やっぱりその文献資料を扱う方。美術品があればそういったものを扱う方。あとはその民具とかですね、民族資料があれば、その専門家といったようなですね、形で、とにかくですね、そのあらゆる分野の資料を見逃さないということをこう、非常に重要視しております。これなぜかというと、これは地域史を構成するですね、貴重なやっぱり資源であるというふうな、こう、やっぱ認識に基づいております。ですから、その、今日までのその、調査でいうと、非常に失態調査というものに近い取り組みを行っておるわけなんですけれども、また失態調査についても、やっぱり、これも今日まではですね、今日まではその、分野ごと、例えば古文書の失態調査とか、仏像の失態調査といった、まあ、言い回しが、あったりしたわけなんですけれども、こちらの、奥州市ではですね、やっぱりその総合資料学的な観点というものをすごく最重要視しておるところでございます。それによってですね、各分野の専門家によるその調査体制がこう、構築されるところでございますけれども、さらにですね、やっぱり調査した以上はそれをこう公開して皆様にこう知ってもらう、広くですね公開していくというふうなですね、取り組みを行うわけなんですけれども、この公開に至るプロセスにおいてもですね、やっぱりその議論や検討をこう重ねていくというふうなものになります。とにかくその様々な多分野のですね、その多くの資料を扱いますので、やっぱりそのどういったものがその公開されるべきか、あるいはその、控えられるべきかというところもですね、やっぱりこれも議論が、重ねて、る、ところでございます。まあ、いずれにしてもですね、その分野に縛られず、その地域にどのような資料がですね、残されているのかというのをその見える化するというのがですね、あの大きな、目的と、なっております。で、そうした中でですね、やはりその見えてくるのがその地域資料の継承課題ですね。やっぱりその資料をですね、継承してくれる方がいらっしゃらなかったりとかですね。あるいはですね、まあ、最近も大きな地震がありましたけれども、自然災害へのまあ対応というふうな、課題などがですね、やっぱりその浮き彫りになってくるわけですね。で、そこであの、奥州市ではですね、産学官連携に基づいた地域資料継承支援事業に関するまあ覚書というものがこう取り交わされております。これはその奥州市と、それから国立歴史民俗博物館、そしてその合同会社までですね、この3社がですね、その覚書を取り交わすことによってですね、その円滑にその資料調査を行い、そしてその公開を実施していこうというふうな取り組みでございます。で、このまあ図に表されておる通りでございます。次世代へのその地域資料の継承であったり、それから大規模自然災害への備え、それからその地域資料継承に関する、まあ、新しいその欧州モデルという形でですね、モデルをこう確立していくことによってですね、こうしたその連携の、
事業によってですね、取り組みによって、そして地域資料というのはその守られて継承されていくのだと、まあ、いうふうなですね、こういったそのモデル策定というものにですね、力が注がれております。で、やっぱりその奥州市っていうのは、まあ、そのいわゆる行政でございますし、国立歴史民俗館、国立歴史民俗博物館という国立の博物館施設、まあ、大学機関でもございますけれども、それからその、民間の、企業であります合同会社アマゾン、まさにですね、産学官、まあ、連携したですね、取り組みというのがですね、長くこう、続けられて、おります。この取り組みというのが実はですね、この地域史講座の軸にもなっておりますし、平常時のですね、資料調査などのですね、非常にその根幹になる部分でございます。でこうしてですね、資料が広く公開されることが、まあ、最大のその資料保全のですね、まあ、第一歩につながってくるというふうなですね、理念に基づいてですね、年間通じてですね、その何箇所か、さまざまなですね、分野を、場所を対象にですね、調査が取り組まれておるというふうなところでございます。これによってですね、どういったことが見えてくるのかというと、まず一番重要なのがやっぱ社会的な関心をこう高めていくということですね。やっぱりそのどこに、奥州市内のどういったところにどういう性質のその文化財資料があるのかということをまずその、市民の方々、それからその社会全体でこう共有することによって、その継承問題であったりとかですね、その自然災害にこう備えるという大きなですね、きっかけになってくるわけでございます。やはりその関心がないとですね、まあ私の個人の考え方で恐縮ですけれども、その文化財、資料が消滅する最大の原因というのはやっぱりその、その社会の無関心、要はその関心が寄せられないものからですね、順に、資料は文化財ってこう、消失していくんではないかというふうにこう考えられます。もちろんですね、その自然災害とかそういった大きな要因もございますけれども、まあ、常日頃からですね、その社会的な関心を高めていく取り組みっていうのはやっぱりすごく大事になってくるんじゃないかなというふうに思っておりますし、それからその全国市と地方市、地域市の接点ですね。で、まあ、我々その学校の教科書とかでこう習うのは、まあ、いわゆるその、日本史であったり世界史だったり全国史、だったりするわけなんですけれども、地方ではどうだったのかというようなですね、接点になるような部分もやっぱりこういったさまざまな調査からこう見出せられるんではないかなというふうに思います。ちょうど今、郷土文化館で大潮期と、まあ、炭鉱地方をテーマにですね、展覧会を行っておりますけれども、これもやっぱりその豊臣秀吉の、まあ、いわゆる天下統一。これは歴史の教科書にももちろん出てきます。太閤検地をやったり、刀狩りをやったりというですね、そういった、歴史観っていうのはやっぱりその、学校で習ったりですね、共有することができるんですけれども、その時代、じゃあその地方ではどうだったのか。炭鉱地方、奥州市ではどうだったのかっていうところをですね、やっぱりその、フォーカスすることによって、その全国の、の通史、全国史とその地方、あるいはその地域をつなぐっていう役割を果たせるんではないかと、まあ、いうふうな試みでもございます。それからやはりその皆さんに知っていただくことによって、資料研究の、まあ、進化、研究を深めていくというふうなことがですね、こうできるわけでございます。やはりその我々が扱った、てる上でも、まあ、分からないものだったり、あるいはですね、あまりこの、変な話、重要視されていなかったもの、まあ、それをこうリストとして公開することによってですね、他の専門家の目に留まって、いや、これはすごいものだよというふうなご指摘をいただくこともですね、多々あるわけですね。こうやってその皆さんでですね、やっぱりこう情報を共有化していくというふうなことがですね、まあ、その最大 の、 その資料保全の大きなですね、契機にこうなってくるんではないかというふうなですね、考えに基づいて取り組んでいるわけでございます。で、したがってその地域資料のグローバル化、これはやはりその紛れもなくその情報発信、というのがですね、すごくやっぱり重要になってくるんではないかということが言えるわけですね。今後のその保全作業の増加、これはもうもちろん、ますますですね、増加が予想されていくわけなんですけれども、その民間所在資料のその特徴を把握、特色をこう把握することっていうのも一つ大事なことですね。で、この、奥州市におけるその資料の保存状況、これってやはりその一つの地域性を表しているっていうこともですね、言えると思います。まあ、資料の性質だとか、それからその資料がですね、の分布状況だとかですね。これはやっぱりその奥州市ならでは、あるいはその炭鉱地方ならでは
さらにその岩手県南部 ならではのその保存状況といったものもですね、これ相対的にこう示すことができるようになっていくんではないかというふうな、ことが考えられます。でそうした中でやはりその先人の事跡などについてもですね、さらにこう、研究を深めていくことが、可能になってくるんではなかろうかと、まあ、いうふうなところでございます。今日はちょうどですね、やっぱり後藤新平という人物をですね、あのテーマとしておりますので、こういったその先人の事跡にですね、こう目を向けていくということもですね、非常にこう大事なことだと考えております。で、そうした中でその先人研究のスタンスといたしましてですね、まあ、地域に生まれ、あるいはその地域と深い関わりを持ち、市内、県内、国内外で活躍した人物、を、やはりその、一般的に対象としているわけでございます。ですから必ずしもその知名度の高い、いわゆるその偉人と言われる人だけではなくてですね、やっぱりその地域に遺跡を残した人物もですね、こう広く対象としながらですね、その押収したその先人研究、先人の歩みを知るための研究というものをですね、進めておるところでございます。ですから、まあ、博士や大臣だけが先人だけではないということですね。本当にこの私たちの身近のにいたですね、そういった方々、というものもですね、やはりその、大いにこの対象になっていくというふうなところでございます。で、まあ、参考までにというかですね、この奥州市のその小学校で使われているその、副読本ですね、奥州市の、奥州市内訪ね歩きという、この副読本の中の、まあ、第3集ですかね、先人に学ぼうというのがですね、ございます。で、これはあの、奥州市のですね、先人、まあ、41人が書斎されておりまして、中にはやっぱりその歴史上の人物も含まれております。あの、安倍の貞党とかも出てきたりするんですけれども、ただやっぱりその、これだけの、地域の人たち、方々、先人たちがこう、網羅された、本というのもですね、こう、奥州市内ではこう、まあ、学校教育にですね、活用されていると。というふうなところですね。まあ、むしろですね、その、小学校とかだけではなくてですね、やっぱりこれ、こういったものってのはその一般の方々に対してもですね、情報を発信していくべきではないかなというふうには個人的には思っておりますので、まあ、例えばこういったデジタル化が進む昨今でございますのでね、そのデジタルブックのような形でですね、奥州市のそのホームページから見れるとかですね、まあ、そういうふうな展開もですね、期待されていく。かと思いますし、で、さらにですね、こういったその先人研究がですね、こう進むにつれて、こういったその副読本の中身、っていうのもですね、情報の内容というのもですね、さらにその、まあ、ブラッシュアップされていって、そして、まあ、保管されていってですね、より良いものとなって、で、それはやっぱりその、こう発信することっていうのは、やっぱりこの地、あの、奥州市のですね、やっぱりその強みにこう、今後ですね、なっていくようなこの取り組みというものもですね、重要かなというふうに考えております。で、つまりその地域史っていうのはやっぱりその人の歩みそのものでございまして、まあ生活史なんですね。で、もちろんその自然現象、まあ自然の事象などもまあ含まれるわけなんですけれども、やっぱりその地域で起こったあらゆる事象であったり、その人々の歩みですね、そういったものがこう、ひっくるめてですね、やっぱりその地域史と言えるものでございますので、やはりその先ほども述べた通りですね、その分野にとらわれず広くですね、さまざまなその事象にこう着目して、調査研究に取り組んでいかなければならないというふうなところでございます。で、今日も、まあ、もし、終盤ですね、時間があれば話題にしたいなというふうに思って、ちょっと、準備しておきましたけども、今日はやっぱり後藤新平にですね、をテーマとしておりますけれども、真ん中にですね、後藤新平がいて、隣が、ね、皆さんご存知かと、斎藤真子ですね。で、奥州市のやっぱりその先人を見る、先人研究であったりですね、先人検証という場面では、このやっぱりこのお二方がですね、これ今日まで中心的な存在、まあ、もちろんそれはあの、ね、総理大臣やったり、大臣やった方々でございますけれども、例えばその隣にですね、郷古清というですね、三菱重工の社長をやった人物も、おりますし、まあ、さっきのちょっと副読本のページにですね、ちょっとその内容、高校教師の内容のところをですね、ちょっと掲示しておりましたけども、で、その隣が斎藤秘書ですね、桜川小学校の初代校長をやった後にですね、筑波大の、まあ、に行って、まあ、研究者になる。どちらかというと、その歴史教育の分野でですね、活躍された、
人物だったり、あとこの辺に若き日の椎名悦三郎ですね、がいたりします。この頃はまだ、官僚だった時代だと思いますけども、いわゆるその、水沢出身の人たちがこう東京でこう、まあ、頻繁に集まってですね、いろいろ情報を取り交わしたりというふうなですね、場面がやっぱり多々あったようです。まあ、今でも、まあ、例えば岩手県人会とかですね、そういった形でですね、東京で在京の方々が集まったりする機会あるかと思うんですけども、やっぱりそれに近いですね、集まりっていうのが、こう、特にその水沢、出身の方々でですね、この大正時代に設けられていたわけですね。で、やっぱり後藤新平とか斎藤誠っていうを中心にこれまでこうやって見られてきたその、こう人脈も、例えば隣のですね、宝庫清に主観に動くと、またですね、違ったその人脈的なつながりっていうんですかね、そういったものも見えてきたりというような形でですね、どういったやっぱ先人にこう中心にですね、主眼を置くかによっても様々なですね、この水沢人脈、というこの集まりですね、人のつながりの見え方っていうのも違ってくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、こちらについては今日ね、後半終盤時間があったらですね、伏見先生とか中村さんにですね、お聞きして、ちょっとお話ししてもらおうかなというふうに思っておるんですけれども、まあ、この地域史研究の役割といたしましては、やっぱりその、今まで江差市史とか水沢市史とかです、ね、まあ、自治体史っていうのがあるわけなんですけども、やはりそれを、さらにこう補完していくようなその、役割というものをこう果たしていくのであろうというふうにこう思われますし、まあ、ことさらの江差市史に関してはですね、民族編っていうのがないんですね。なので、どちらかというと、こちらの、この郷土文化館の役割としても、そういった、補完的なですね、活動っていうものも今までこう主眼を置かれてきたところなんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、その自治体史ではこう、には記されていないような新たな発見であったりですね、そういったものはやっぱりその、続いていくわけでございますので、その補完的な役割というのがですね、一つの大きな役割であろうかというふうに思いますし、それからその多様な社会の、まあ、証跡を示すですね、基礎資料にもなっていくというふうなことですね。ですからその、紋切り型の歴史ではなくて、あくまでやはりその、おそらくその中央で起こっていた、その中央の歴史とやっぱりその地方の歴史、あるいはその地域の歴史ってやっぱりそれぞれあると思うんですね。そういった意味でのその多様性というものをですね、今後、やっぱりその、様々なこう見出していけると思いますし、その証跡を示すための基礎資料となるのがやっぱり地域史の、研究成果だろうというふうにこう思っております。それからその、これも大事ですけども、歴史を構成する上でやっぱり重要な事実の積み重ねというのをですね、やっぱりこの地域史の研究の中で行っていくということが一つ重要かなと思います。場合によってはやっぱりその日本史であったり、世界史そのものをもですね、動かす事実というものが今後発見されることというのはもちろんあり得るわけでございます。ですので、やっぱりこういった事実の積み重ねというのがですね、その一つのですね、地域史研究においても大事なことだというふうに思いますし、あとは何よりもやっぱり先人が生きた、やっぱり確固たる証でございます。文化財や資料ですね。人によって作られ、継承されてきたものでございますので、そうした中でやっぱりその先人の、足跡であったり、歩みをこう見出していくというのもですね、やっぱりその地域にとって大事なことであります。まあ、総じて言えば、やっぱりそうしたですね、学術研究によって、これからのその地方創生にもですね、結びつくような、まあ、そういった取り組みというのがですね、まあ、期待され、そして、我々も展開していかなければならないと、まあ、いうふうなところで、ございます。で、最後になりますけれども、まあ、こちらはですね、やはり皆様に対しての呼びかけにも、なりますけれども、まあ、昔のもの眠ってませんかということでですね、その、よくやっぱりその言われるのがですね、あんまりそのうちのあんまりこういうね、文化財って言われてもなんか全然価値がないものだよなんてよく言われますけども、これ資産価値と資料価値ってのは全く別物なんですね。でよくね、テレビで鑑定してオープンザプライスってやるじゃないですか。1、10、100、1000万。あれとはまた全然別
世界なんですね。ですから、金銭的な価値、云々ってやっぱりその資料価値というのを、あれはすごくですね、重要視しておりますし、別物です。テレビ番組が悪いって言ってるわけじゃないんですよ。私はあれも結構好きな番組で見ますからね、非常に勉強になりますけれども、それからその新しくても古くても汚くてもボロボロでもですね、やっぱり資料に、普遍的な価値があるというふうなことです。でやっぱりやっぱこの地域で仕事してて、やっぱりですね、皆さん、すごくこう、謙遜される方がですね、うちの、ちょっとボロボロだし、恥ずかしいからってよくね、遠慮される方いらっしゃいますけども、もうそんなことはないです。もう、新しかろうが古かろうが、もう汚かろうが、ボロボロでもですね、資料っていうものには、価値はですね、普遍的な、存在価値がもちろんありますのでね、そういったものをですね、やっぱりその、大事にしていただきたいというところ。それから、地域資料に有名無名は関係ありませんということですね。例えば、ふすま絵とかもですね、有名な画家が描いた絵とかあるじゃないですか。尾形光琳とか。うちはそういうのじゃないから全然いい。見てもとかって言われますけども、尾形光琳だって最初は無名ですから。で地方画家が描いた絵っていうのもですね、やっぱりこれからどん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 、発信していかなければならないですし、大体やっぱりこの辺りのですね、休暇とかお邪魔しても、住まいとかあるんですけども、もちろん中央画壇で活躍した画家ではないかもしれませんけれども、でもやっぱり水沢の画人が描いたものだったり、江差の、ね、画家が描いたものだったり、やっぱりこれってすごく地域史研究にとってはすごく大事なことですし、やっぱり地方からもですね、そういったものが発信できるっていう一つのですね、これ強みにもなっていくと思ってますのでね、ぜひ大事にしていただければというふうに思います。地域史っていうのはですから、その私たちの今日の生活に連なる歴史そのものなんですね。ですので、ぜひ大切にしていただきたいなというふうなことと、そしてそれらを継承することっていうのをですね、一つこう考えていただければというふうに思います。この先どう継承されていくか、ちょっと不安なもの、等々あるかと思います。そういった場合は、奥州市の教育委員会、とかですね、その地域資料を引き受ける活動をですね、行っておりますのでね、最近だとやっぱりそのネットオークションとかね、そういったものにこう、出たりということもやっぱり多々あったりするようでございますので、やはりその、我々、研究者もですね、やっぱりその、地域によりですね、こう、目配せしながらですね、地域資料をこう、把握して、そして、可能な限りその発信に努めていくという取り組みをですね、行っていきたいというふうに考えておりますし、この地域史研究講座というのもその、一つにこう、位置づけて、いうふうに、取り組んでおります。地域史を構成する大切な資源になるかもですね、知れない。そういったポテンシャルが、まだまだこの奥州市、観光地方っていうのはですね、たくさんこう眠ってると思いますので、ぜひですね、最後になりますが、皆様へ協力、ご協力を呼びかけてですね、私の方からのですね、概要説明に変えさせていただきたいというふうにこう思います。それでは引き続きになりますが、ちょっとね、共有を停止をしまして、佐藤、明弘先生からのですね、報告にこのまま、移っていただければというふうに、思います。じゃあ、佐藤館長は準備ができ次第で構いませんので、はい、よろしくお願いいたします。その準備をお願いします。どれを使えばいい、どれを共有すればいいですか。スライドどれですか。案内とかじゃないですよね。これですか。この下染まる。これですか。で、ズームで。これじゃなくて、ズームで。あれ。さっきの画面はどこ行った。出てこないですね。ちょっといいですか。ちょっと聞いてもらってもいいですか。はい。これを下にですね。画面を共有、ズームを今してたんですか。これいいのか。画面共有で。いい画面共有で。これですね。
うん、そうですね。始まった頃の画面をテキスト見れる場合です。右にクリックして。あ、うん、あ、これ邪魔なんですけど、どこかに呼れないですか。はい。はい。すいません、改めて、佐藤明宏と申します。ごと新平記念館の館長やっております。どうぞよろしくお願いいたします。このズームは初めてのパターンを使う初めてですので、ちょっと今時間かかりました。これからスタートさせていただきます。今日の後藤新平から読み解く近代史というテーマ、議論につきましては専門の先生方にお任せするとしまして、私はフリーのテーマをいただきましたので、後藤新平の人となりにつきましてささやかに触れてみたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。後藤新平は日本が今まで経験したことのない大きな課題に直面したとき、それぞれそれを切り開く開拓者として登場しています。でその創意ある実践の積み重ねが同僚であるとか部下であるとか国民からの信頼を得て日本のリーダーの一人となった人物です。でこの後藤新平、どんな約束につきってもそのぶれない信念がございました。でそれを語るとき最も象徴的なのが、60代となってその援助危機に入った東京市長時代だというふうにちょっと思っております。で今日は後藤新平の生涯を貫く信念、そして人材登用、そして自治と教育と衛生というテーマで、東京市長就任前の職歴の実践と、あと東京市長時代の実践と織り交ぜながらお話をさせていただきたいなというふうに思っております。30分間ほどどうぞよろしくお願いいたします。で東京市長の後藤新平といいますと、市長以下3条約も辞任したその大疑惑事件を受けて、ぜひ清廉で手腕力量のある大物をぜひというようなことで据えられたわけで、帝都の自治行政の構成を図りたいという市議会であるとかで世論に押されて華々しく登場した感がございます。しかしその後の東京市長としての実績といいますと、国家予算15億円当時に8億円の東京改造計画を発表するんですが、すぐ大風呂敷と揶揄されて、で結局は東京市政調査会を立ち上げて、で安田善次郎の寄付で東京市政会館建設を着工した程度で、その本格的な東京改造というのは実現できなくて、2年半ほどで辞任してしまう、そんな印象が持たれているんじゃないかなというふうに思います。東京市長時代にはその華々しいインフラ整備はこう実現できなかったわけで、そのことについては関東大震災の帝都復興まで待つこととなるわけです。でこの東京市長時代に大風呂敷というその大きな看板の陰に隠れてこう見過ごされてきた、そういうものが何もできなかったようにこう思われがちなんですけども、実は新平の生涯を通した政治信念である自治と教育と衛生については、今日の近代的この近代都市形成に通ずるような各種事業を新たにスタートしていたんです。いわば市民意識の醸成とその人材育成と命を守る施策の推進です。新平は新たな仕事につきますと、すぐその職責を全うするために即戦力としてそれに応えうる人材をまず登用していきます。台湾民政長官時代、組織改編をして1080人もの職員を罷免して、でその後新渡戸稲造とか長尾半平、長谷川金助、岡松三太郎、宮尾俊二といった優秀な人材を一本釣りで十分な報酬を持って採用していきます。満鉄総裁時代は満州は午前8時の人間でやるのだという声を張り上げてそういう話をします。人生の盛りを過ぎた名前倒れの人物を登用するんじゃなくて、若年の人材を集めて仕事をするというんです。口癖で名高の骨高はダメだとも話をしています。生命をこう天下に買ってすでにその全盛期を過ぎた人物は実際の役に立たない。で実際40歳の中村瑞子を台湾から連れてきて副総裁とします。
でその幹部の多くを30代の年少企業の市で固めています。人を採用する際に新平は常に人間には鍛錬が必要で、20巻の力しかない人にでもどしどし30巻の仕事を背負わせねばならない。そうして汗水流して苦労することで自然に30巻の力が養われるばかりでなく、その仕事そのものがかえってうまくいくものであるというようなことを言っています。まあ、現代の我々に通じる話じゃないでしょうか。でそれではじゃあ東京市長時代は一体どうだったんでしょうか。で新平は東京市長に就任しますと、まず市政刷新の第一歩として人事行政から手をつけます。で市政方針の中に1にも金、2にも金、3にも金と昔からよく言う話であるが、要は従来よりも1も人、2も人、3にも人というようなことを述べています。特にも条約人事につきましては、勢力均衡を考慮した古参の市の利員登用等の市のしがらみをするものを排除して、在野の大物であるとありますとか内務省の高等官2名を抜擢しています。同時に従来の市の利員中におきましても、能ある者は思い切り抜擢して要職を与えて、町内の組織にも変更を加えて能率本位の東京市役所を作り上げました。新平は3人の助役のことを畳屋と言っていました。3人とも名字に田がついて、昔の字ですがよろしくという言葉を当てた言葉です。こうしたジョークを新平は好んで使っていました。新平が寺内内閣の内相に就任した際に、三重県知事から刑法局長に抜擢して、なおかつ東京市の就任の際には第一条約、条約に順番ついてまして、第一条約としてまた抜擢したのが永田秀次郎です。この永田秀次郎、新平の後の東京市長でありますとか拓大の学長に就任するなど、新平が工場を託した人材です。余計を招いた際にはくれぐれも第三者的な立場に終始して積極的な提案をしないよ、そういうような諌める三条約と長尾半平4名の連署による書簡も当館に収蔵されております。また青蘭という号を持つ俳人でもあって、昭和4年の4月16日に新平が青山墓地に埋葬される際に、満開の桜が散る中で花吹雪日本寂しくなりにけりという即即たる心情が伝わる歌をこの永田秀次郎読んでいます。第二条約として招聘されたのが、やはり新平が寺内内閣の内相時代に創設したその都市計画課長に抜擢した池田博史です。新平が会長を務める都市研究会の中心メンバーの一人です。東京市の植生文化規定の改正要領を起案して、でなおかつ東京改造の8億円計画を作成にも参画した、そういう都市計画を牽引していた人物です。大震災後の帝都復興の際も都市計画の第一人者として新平に承継されています。創刊に関わった都市公論でありますとか、池田の名前が登場する杉浦総三郎、この人実は新平の息子の一蔵さんの奥さんになった春子さんのお父さんということになりますが、この方の書簡なども当館に収蔵されています。第三条約として招聘されたのが、これも新平が寺内内閣内相時代の新平の秘書官であって、池田博史の後を継いだ都市計画課長の前田多門です。で市政調査会創立参加メンバーの一人になっています。条約の3人とも新平が内務大臣時代に発掘登用して育てたメンバーです。都市計画の思い入れが伝わる、そういう人材登用だというふうに思います。ビアードが来日した際にその案内役となりました。でまたその新渡戸四天王とも言われるほどの新渡戸の崇拝者です。で戦後文部大臣に就任して日本の教育の方向づけにも尽力いたしました。さていよいよ新平の生涯の信念という具体的なテーマに入っていきます。
はじめに時事について触れていきたいなと思います。で、後年子どもたちによく分かるようにということで形を成した時事三欠、人のお世話にならぬよう、人のお世話をするよう、そして報いを求めぬよう、この時事の考え方は学生として学んでいた時代から新平の信念として貫かれていたものです。愛知県病院時代から始まって、逓信大臣兼鉄道院総裁であるとか、内務大臣あるいは外務大臣といった国務大臣に至るまで、それぞれに自治に関わる施策を次々に打ち出していっています。自治を成立させるための各種調査はもちろん、その職員を育てるための研修所の設立であるとか、安心して家族を養うための環境づくりである福利厚生事業等を実現してきました。そしてその自治の考え方は、やはり東京市長時代にも各種施策として反映されていきます。ヨガ身体挙手云々というの中で、自分は250万市民の一人一人が市長だと思っている、250万の東京市民が市長になったつもりで、各自に向上を図り、人を責める前に自ら怠らなかったら、東京市の自治は完全なものとなる。東京市の自治は東京市民の中にあって、決してよそにはない。日本なりのデモクラシーと自治精神を見せてもらいたいと述べています。また市長就任の決意の中にも、一生一度国家の大犠牲となりて一大貧乏くじを引いてみたいものとして、一大国難の時期であり自治の危機でもあると述べて、至難の事業に立ち向かう姿勢を見せています。東京市に入って、その新平の目に映ったのは、その制度の乱雑さで、これに伴う適用の不完全さでした。市役所内部の構成そのものは極めて非科学的で、相互の連絡統制も欠如していました。でその財政は、新平の言うところの底なし井戸に金を投ずるごとき低たらくでした。そこで職務遂行の効率を上げるために、職制の改正を断行しました。東京市の病弊というのは、実は人事の乱脈にありました。市会議員とがその職権を乱用して、自分が推薦する人員を採用させる多年の弊害がありました。そこで新平は、職制改正とともに人事の大移動を決行しました。その結果、退職者が実に314名に及んでいたそうです。新平と密な交流のあった徳富祖保ジャーナリストですが、新平をして調査はカバンのごとく白に従いと評しています。この調査壁というのは、台湾、満鉄、鉄道院と影のように従って歩いて、東京市長となってもその本領を発揮しています。新平の大改造計画にサインを示した安田善次郎が多額の寄付を約束して、その後暗殺されたわけですけども、その後遺書が見つかって、遺族によってその約束が果たされました。それによりかねての懸案だった東京市政調査会が設立されて、東京市政改革の着工を見るに至りました。市長時代には少年団日本連盟の総長ともなっています。子どもたちにしばしば自治三欠を語って聞かせています。また東京市民の歌を募集して市民特報を発刊しました。その中の同様、一等当選作が新平の思いを反映して、あまりあるものがあります。あ、いいなと思いました。これ日本一の東京よ、それはどなたがしたのです。じいさまばあさましたのです。東洋一の東京よ、それはどなたがしたのです。父さま母さましたのです。世界一にはまだならぬ、それはどなたがするのです。それは私がするのです。もう自治の根源的な話だな。よくこういう詩が出てきたなと思いますけど。さらに、自治記念日も制定しました。東京市が誕生したのを忘れないために10月1日としました。で、現在は都民の日として、学校休校として各種施設は無料あるいは割引との措置が取られています。私元教員だったんですが、その教員で研修の時に東京スター行って、研修しましょうと。で、たまたま行った日が10月1
日で、蓋開けてみたら学校休みだったっていうのがありましたけど。次に教育についてお話します。新兵が倒れた岡山の公園のための列車にの乗車して写真見送りに来た少年団日本連盟の三島道春に語った、あの、いいか、よく聞け、金を残して死ぬものは下だ、仕事を残して死ぬものは中だ、人を残して死ぬものは上だ、よく覚えておけという言葉が残っています。貧しかった新兵が安場や阿川のお世話になって今の自分があることに感謝している。新兵は人を育てること、教育を生涯の信念としてこれまでの職歴の中でさまざまな人材育成事業にも取り組んできました。それはやっぱり東京時代においても同様でした。一も人、二にも人、三にもまた人という言葉は市長就任後の施政方針の中の人事の任用についてという原稿の中に出てきます。そして早速自治行政に関する専門大学であるドイツのデュッセルドルフの市理員講習所、これを参考にして東京市の理員講習所を設立して、震災用職員のみならず現職員の研修も実施、そして市役所内における生き生きとした積極的な気持ちをその中に吹き込んでいったということがございます。また教員の資質向上を目指して教員講習所も設置しました。当時の東京市の小学校は11校の市の直営学校、それ以外は全15区それぞれの区域の市弁であったので、一部の豊かな区以外は小学校経営がかなりの負担になってた。そこに学齢児童数がとにかくどんどん増えてて、おびただしい数が増えて、そういう増加したため、結局は午前授業と午後授業の二部授業です。これが実施がされて、それは余儀なくされていた。そこで新兵は、実力者の多い区の猛烈な反対、当然ですが、猛烈な反対があった。それを押し切って、教育費を市の統一にして、それを断行して、でそうすることによって教育の機会均等を図るようにした。でこのことによって学校建築費が大きく確保されて、2部事業全廃に向けた建築計画が立てられるようになっていきます。新兵は学校教育界の一部であった、ほんの一部です、その一部であった社会教育界を分離独立させています。そして2万円と決められていた給料を2万5千円に上げさせて、自分の給料です。でそれをそっくり社会教育に充当して、社会教育、通俗教育に目覚ましい発展を遂げさせました。第一次大戦終結によって再び平和な世界が平和になった記念して開催した平和記念東京博覧会もその一つです。共産会長に渋沢栄一を据えて、で上野公園を会場に平和館、科学工業館、農産館、建築館、外国館など約40のパビリオンが設置されて、4ヶ月の開催期間で1100万人が来場しました。その当時の話です。1100万人です。すごいことをやってます。で一般の人があるいは大学に通わずとも学問する機会を作っていく、そういうことを新兵の会方にその共鳴した、やはり徳富総本は、どうぞ自分の自宅を社会教育の場にために役立ててくださいという手紙を出している、そういうものも残っています。共鳴者がこうやって出てきているわけです。最後に衛星です。愛知県病院に着任すると語学の天才と言われた司馬了解の家畜に入って、で警視庁から依頼された衛星警察であるとか裁判医術の翻訳、ドイツ語で書かれてたものですね、それをあの翻訳を手伝って、現在のそういう公衆衛生とか法医学に興味をそこで持ち始めていきます。そして衛生という言葉を生み出した内務省の衛生局長の長代先生の下で仕事をすることになります。その内務省衛生局時代に表した国家衛生原理というのが新兵の生涯の代表的著作になっていきます。この当時から衛生、清水は国民の名家に関すというのを好んで講演のタイトルにするなど
生涯にわたって衛星に関する各種政策を推進していっています。内務省衛星局長になったと、なった後に相馬事件というのに巻き込まれて半年間の入国生活を送るわけですけども、自由の身になって出国すると衛星局長の身分はもう剥奪されてなくなっています。それでたまたまその時に23万人の日清戦争の帰還兵の献費事業というのが行われます。で、児玉源太郎を部長としてその下の事務官長として後藤新平が活躍して世界に例を見ないほどの実績を残して、そして再び衛星局長に復帰し指名されるという離れ技をやってのきます。台湾や満州でも当時の東京でまだ実現できていなかった上下水道の完備であるとか、あるいは病院建設、医者出身の新兵ならでの、ならではの施策が次々と実施されていきます。このことは東京市長時代もやはり同様です。新兵は防貧政策とか社会衛生政策に目を向けて社会事業施設の大拡張を実施しました。で、方面委員制度とは今の民生委員制度の前身にあたります。で、また雨の日はうんとぬかるんで、晴れの日はまあ塵が舞い飛ぶような、そういう路面の組織的な改良工事にも着手します。水道水の塩素消毒というのは東京市と大阪市で始まったのが大正10年からです。その後、世界の文明国中最も高い数値を示してきた乳児死亡率も急激に下がっていきます。糞尿問題についても市が直接首取りを直営にして、で、妊婦の頭を集めて、汚いものをきれいに取り扱うほど人の天職として尊いものはない、君方しっかり頼むと新兵自ら話すものですから、感激ひとしおで刺激仕事に励むことになるわけです。新兵の講演記録集をまとめた冊子の中に、江戸は旧幕時代最も自治の発達した模範都市であったが、維新後の薩長の反発や闘争のため、せっかくの自治性が破壊されてしまった。大阪の方が万事東京に勝っているという、その興味深い新兵の愚痴を目にすることもできます。これらの自治と教育と衛生という各種施策については、愛知県病院時代から徐々にこう顔を出し始めて、で、衛生局時代にはもうすでに共通の積極的事業展開となって現れています。したがって、新兵の生き方の柱というのは、少年時代の生活に大きな影響を受けているものというふうに思います。そこで、これから新兵の少年時代をちょっと振り返ってみたいなと思います。後藤新平は江戸時代末期です。現在の奥州市三沢に生まれました。で、父は仙台藩伊達家一門、水沢留助の家臣です。留助は1万6000石で家臣が800人もいました。後藤家の家禄は10石です。1万6000石で800人というのは凄まじく多いのです、家臣が。殿様家系がまず縁石が半分ぐらい取っちゃう。残るのは8000石です。8000石を800人で割ったらどうなるか。割り算してパッと 10石ですよね。これでもまあバラバラバラつきがあるわけで、後藤新平のうちはまだこれでも上位の方だったそうです。10石です。じゃあ10石ってどれぐらいなんだって、こう感覚的に分かるためにちょっと近くにライム君という産直がありまして、その産直に行って米の値段を調べてみたら、高い方で10キロで5000円ぐらいが結構高いお米で。あ、じゃあこれを元にして計算しようってみようと思ったら75万円です。年額75万円で一家を支える。今の時代とすっかり重なるわけじゃないでしょうけども、それでも参考になるからです。ちなみに隣の藩で、伊城関の田村藩というのは3万石です。水沢も倍の石高を持ってる。そこで家臣が200人です。倍の六高で、石高で、なおかつ4分の1の家臣で。そしたら8倍の差がつくわけですよ。それでやっと普通生活してたと思うんですけど、水沢はその8分の1ですよ。だから、どこでも貧しい生活、水沢の武士は貧しかった。内職ばっかりだそうです。わらじとか、草履とか、むしろとか、むしろ作りとか、同じようなものを作ってる一体があって、なんとか、なんとか町とか、わらじなんとかとか、草履なんとかって町の名前がついてる。そんな、
感じで、本当に水沢の武士は非常にまずくしちゃった。で、新平の父親、寺岡屋を経営して、それでここをしのいでいます。かといっても、現金がいっぱい入るわけじゃなくて、せいぜい、寺子の人たちのうちの野菜とかなんかいっぱい入ってきて、それでいただきますぐらいしたんじゃないでしょうかね。で、時は明治維新の11年前、でペリーが来航して3年目です。要は幕末のすごいテレビドラマにいっぱい出てきそうな、そういう幕末の激動の時代に生まれています。で、新平少年はとても優秀だったそうです。優秀でした。で、勝ち気で、わんぱくでした。で、書にも秀でていて、おじいさんは新平を書家にさせたかったようです。ここにある書でも素晴らしい書ですよね。で、戊辰戦争は新平11歳の時です。新平、実はこの時の子供たちの成長はものすごく早くなってて、女の子だって10代、15、6代でもうお嫁さんに行きますって時代ですが、この新平も実はお父さんがもう仙台藩に詰めています。でお父さんが仙台に詰めているので、お父さんに手紙を書きます。なんていう手紙を書いたか、この戊辰戦争の時に。自分も戦争にこれから行くので、そのお金を送ってくださいっていう。もう自分も戦争に行くつもりでいるわけですよ。11歳です。そんな時代です。で、この戊辰戦争は結局は11歳の時戦いに敗れて、で明治になって水沢城の後に県庁が置かれます。で、そこに新政府の役人が派遣されて、で給仕として後藤新平とか斎藤誠ら地元の優秀な少年5人が採用されます。で新平は伊沢県庁の大参事である安羽康和の給仕となっていきます。この安羽康和、肥後熊本藩出身です。で彼が後藤新平の素質を見抜いて、将来参議にもなり得る人材だということで落ち着いて、自分のところはお客さんが大変いっぱい多いわけですから、落ち着いてこう勉強できる環境というふうに与えるために、自分の部下である阿賀光弘にこの新兵を託します。で安羽康和が今度は遠い遠いこの水沢の地に第三次副知事級ですけども、それに来るわけですが、時間時計が経って、今度は福島県の方にどんどん出世して戻っていくわけですよ。で福島県の今度は県令として知事として動いていきました。でその時に一緒に移った阿賀から新兵のお父さん宛に、息子を福島に起こして医学を勉強させたらどうだ、学費は出すぞというような手紙をが届きます。学問に飢えていた新平はこれを契機にこの医者の道をスタートさせていきます。福島の須賀医学校で新平は火の出るような勢いで勉強に励んで、飛び級するほどの抜群の成績を収めていきます。貧しい環境で育って、戊辰戦争後は俗面であるとか朝敵であるとかというふうに呼ばれた東北この水沢の地の新兵というのは、自らの人生を自らの力で切り開かなくちゃいけない。でそのために火の出るような勉学に励んでいくわけです。幸いにも安羽康和や阿賀のように新兵を認めて支援してくる人たちが現れて、で学問を身につけて活躍の場を得ることができました。新平は今度は台湾や満州で若い人を育てて、今度はその彼らが関東大震災後の復興に向けてエネルギーを結集させるわけです。医学の勉強に明け暮れて、で西南戦争では臨時陸軍病院にも押しかけて外科技術にも磨きをかけています。一通りの医学を収めると次は対症療法の医学じゃなくて、で病人を出さない衛生というのを目標に据えていきます。で少年時代、その新兵を取り巻いた生活環境そのものが、その後の新兵の仕事の根幹を成していたということが分かるような気がいたします。以上、新年の人、後藤新兵ということでお話申し上げました。私の方から以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。佐藤館長、はい、ありがとうございました。冒頭今の申し上げました通り、会場の皆様のご質問等につきましてはですね、終盤、まとめてですね、お受けしたいと思いますし、あと、ね、YouTube でご覧になっている、ご視聴の皆様におかれましてはですね、YouTube のチャット欄をご活用いただけますので、こちらの方でですね、ご質問、ご意見等をお寄せいただければというふうに思います。
それではですね、ここで、5分ほど、休憩時間をですね、取らせていただきたいというふうに思います。再開の方はですね、2時10分からですね、再開したいというふうに思いますので、約5分後になりますけれども、2時10分に会場の方にですね、皆様、お戻りいただければというふうに思います。YouTube でご視聴の皆様におかれましては、チャンネルそのままでですね、3時お待ちいただければというふうに思います。カメラを応援してたんですかね。村上さんも来るつもりだったんです。忘れたかじ忘れたじゃなきゃ忙しくなった。私お上手じゃないかドラゴンズじゃないですか。でもね、やっぱり特殊的に私今日ね、
ますか。ご紹介に預かりました東北大学の伏見と申します。座って失礼いたします。昨年もこの地域主研究講座にお招きいただきまして、その時は後藤新平と斉藤誠の話について少しさせていただいたんですけど、ちょうど確か去年は報告開催の前日ぐらいですかね、宮城県内で少しコロナの状況が悪くなってしまって、県での緊急事態宣言ということになりまして、残念ながらこちらに対面で会場に参ることができずですね、オンラインで参加させていただきました。で、今年もお招きいただきまして、今年はちょっと違うテーマで話すんですけれども、なんとか今年こそは対面で参加したいなと思っていましたら、数日前に大きな地震があってしまいまして、ちょっとなかなか交通的に厳しいかなと思っていたんですが、この間復旧にいろんな方々が尽力くださいまして、今日やっと対面でこちらに来ることができ、まず大変嬉しく、もう反面被害に遭われました皆様方にお見舞い申し上げたいと思います。今日は50分ほどというちょっと長い時間を頂戴しておりまして、前回30分だった記憶があるんですけど、50分なんで3時ぐらいまでということで、少し長いことになりますので、ぜひちょっと途中で場合によっては休憩や水を挟みながら進めたいと思っています。で、スライドを用意しましたので、あとお手元に1枚書きで今日の概要だけ記してありまして、こちらのスライドの方を多分ご覧いただきながら、今どの辺進行しているかというふうに見ていただけるとつかみやすいかなというふうに思っています。タイトルはオンライン版後藤新平文書刊行の意義ということなんですが、少しそこから膨らまして、今の後藤新平のちょっと研究などを踏まえまして、少しご報告申し上げたいと思っています。まずですね、初めに1番目で後藤新平記念館の設立ということでありまして、今日は今佐藤館長からお話がありました通り、後藤新平記念館の方々と一緒にお仕事させていただいておりまして、その一環でオンライン版後藤新平文書もやったわけなんですが、それが少しそこから考えてみたいことがあります。というのもですね、これは地元の人々にとってみれば当たり前のことかもしれませんが、少し外から、私のように仙台とかですね、あるいは東京、これ YouTube でご覧になっている方いらっしゃると思いますけど、からするとですね、そもそもなぜ水沢に後藤新平記念館があるのかということ自体がちょっとユニークな問いというかですね、面白いことだと思うんですね。と言いますのも、1978年の9月7日に開館式というのが開かれています。ところが後藤新平と水沢のつながりってそこまでないというのが先の結論ですね。同時代人で割と比較されることの多い、例えば2人の人物について考えてみたいと思います。一人は原敬でありまして、このスライドの真ん中のところ、盛岡市ホームページよりというのが原敬の記念館なんですね。原敬の記念館は盛岡市に1958年に開館しています。で、彼は衆議院議員でしたので、選挙でもって選ばれた人々であって、選挙区がまさに盛岡市だったんですね。なので、非常に地元とのつながりが多くて、何度も原敬はもちろん地元に帰り、いろんなことをしている人物です。で、この原敬の実家を保存するという動きの中から、この1958年に開館していますし、またこれは有名な話ですが、原敬は東京駅で刺されて亡くなってしまいますけれども、その直後、遺書を開けてみると、自分の遺品をすぐ盛岡に返すようにということを遺品で指示していたんですね。その中には非常に有名な日記が含まれておりまして、原敬の日記にいろんな秘密が書いてある。これをすぐに地元に持って帰って、長く保存しなさい。そして数十年後に公開せよというのを遺書に明示的に書いてるんですね。で、それが結果的に、なのでその2年後に起きた関東大震災で原敬の日記は焼けずに、その後の戦争の東京大空襲も免れて、戦後になって公開されて、この原敬日記を超える資料はおそらく存在しないという経緯を辿っている。革新犯的にかなり盛岡との接点を維持しようとしたのが原敬の経緯であります。もう一人、去年も話しましたが、斉藤誠についても考えてみたいと思います。斉藤誠の記念館は1972年に開館されていますが、これは皆さんご存知の方も多いと思いますが、斉藤誠の奥さん、斉藤春子さんがですね、1945年から1971年まで20年、26年間水沢で生活されていたからですね。かつ、斉藤誠のたくさん持っていた本が
そのまま蔵書として寄贈されて、今日の水沢図書館の基礎になっている。でそれらの遺品とか蔵書を保存する過程で、1972年に斎藤誠の記念館はできています。後藤記念館に先立つこと6年前。それと比較しますと、後藤と水沢のつながりというのは全くないわけじゃないんですけど、もちろん相対的にはやっぱり弱いと言わざるを得ないんですね。むしろ彼は東京で、あるいは植民地でたくさん活躍した人物であって、離れた後はそんなに水沢とのつながりは強くなかった。でまた去年この講座でお話申し上げましたが、そもそも同教授の斎藤誠と後藤新平のつながりですらですね、これまでほとんど分かっていなかった。何を2人が交流したか分かってなかったというのが去年の話でありまして、去年の話の内容に基づいて、あの後藤新平の会解放ということに少し文章に書きましたけれども、そのぐらい後藤と水沢のつながりが弱いですね、他の人と比べると。次に行きます。去年の講座でお話できなくて、その後文章化する過程で調べた、見つけた資料があります。今日は先ほど野坂さんからも紹介があった水沢の人会の中に出てくる人物の一人で、氏家健壮という人が出てきていましたけど、彼は第二高等学校の教授だった人物で、第二高等学校というのは今日の東北大学の一部になっています。彼のエピソードが面白いんですね。ちょっと読み上げますと、地元の出身の、年配者に話を聞いたと。そうすると彼はこういう発言をしていた。どうも後藤新平は水沢の人たちの世話を全然してくれないと。これに対して斎藤誠はよく水沢の人の世話をしてくれると。そういう話を聞いて、後藤さんどうなんですかって聞いたら、後藤からこういうふうに私は聞いたというふうに氏家が述べています。郷里のものを世話するのも良いけれども、世話をした結果後ろ足で砂をかけていくようなことをするものが往々あると。俺は甚だ遺憾なことであって、それよりはむしろ他国の良いものを世話してやる方が良いのだ。随分世話をした後で迷惑したことがあるから、それで俺はあまり郷里のものを世話しないのだというエピソードがあるんですね。これ斎藤誠の伝記の方にあるので、ちょっと斎藤 B 記な風な引用になっているのが1点と、もう一つは多分資料として読むと少し割り引いて聞かなきゃいけないかなと思うんですね。斎藤誠に関しては海軍とかですね、朝鮮総督とか、割と日本の中の政治対立からこう離れたところで彼は政治キャリアを作ってた人なんです。それと比較すると後藤新平というのはもっと水沢の利害関係に深い職業、具体的には鉄道の大臣とか、あと内務省というその警察とかですね、地方の統治とか担当しているような割とキャリアは来た人物なんで、そういう人が自分の出身の地域だけひいきしてるっていうふうに言われて、やっぱりちょっと敏感なんですよね。だからちょっとディフェンシブに後藤が言ってるところもあります。そこは割り引いて聞かなきゃいけないんですが、しかしやっぱり斎藤の方がどちらかと水沢とのつながりを重視していたような気もします。さてこのように相対的には関係が薄い水沢になぜ記念館ができたのかという下で問いが成立するんですけど、答えとしては地元で検証活動を頑張ったからということになるんですね。その後藤自身が水沢とそこまでつながりがなくても、その後後藤を慕う人たちがやっぱり後藤の記念館が水沢にあるべきだという運動が盛り上がって、それによって後藤新平記念館ができているというのが結論になります。で今回オンライン版後藤新平文書というのを刊行する過程で、いくつか当時の資料等を分析することができました。で盛り上がるのは1970年代になってからです。当時の教育長だった佐々木亀三郎さんが最初に上京して、その2年後に当時の助役の与井長三郎さんと合わせてもう一度上京して、この辺りで後藤記念館を作りたいという動きが盛り上がっています。で76年の3月、翌年に検証記念事業会というのができて、次細かな話で恐縮ですが、77年の12月に東京にそれまであった後藤新平文書が水沢に移管されることになります。で今日多分その一部を記念館の中村さんが持ってきてくださいましたが、その資料をもとに78年の9月7日の開館式を迎えるという経緯になります。でこの過程で重要なのは75年の会合だったんですけど、この場所が、全員が、マイクのミュート、マイクミュートなんですか？結果は見ました。私ミュートになってます。大丈夫です。大丈夫です。いいですか？ごめんなさい、ちょっと設定が、75年にあった場所が面白くてですね、
これ水沢の助役さんと教育長さんが上京してきて、相手は東京市政調査会っていう、先ほど館長の話しまいましたけど、あそこの偉い人があってですね、その場所がですね、これは内幸町のにあった椎名悦三郎事務所であってるんですね。これは資料で発見することができました。つまり東京にある資料を水沢に移管したい、そして記念館を作りたいという時に結節点になってたのは、どうも後藤新平の甥の椎名悦三郎だったということが明らかで、そして後藤新平記念館にこの右上にあるものは実物ですけれども、椎名悦三郎はこの開館式に現れて出席して、そこでスピーチして、この後藤新平一君自治三傑の書を書いてらっしゃるんですね。そのように自分のおじさんを慕う椎名悦三郎の動きもあって、そして地元の検証活動が盛り上がり、1978年に開館式、後藤新平記念館を開館したという経緯になります。この辺の最後の話は、これも後藤新平の会開放ということに数年前に書かせていただきました。ちょっと前振りが長くなりましたが、ここで集めが保管されて、現在も後藤新平記念館に保存されています。それを今回オンライン版ということで、2021年の12月に新しく丸善祐章堂さんの協力を得て刊行することができました。この次は話をしていきたいと思います。で、原資料は、前本ありますように奥州市立後藤新平記念館にあります。その他一部の資料は東京にある、ところにありまして、東京都市研究所という、これは東京市政調査会が名前を変えてその組織になったんですけど、東京にある資料も今回オンライン版に合わせて収録することができました。で、後で、もしご利用になりたい方、あるいは興味を持っていただいた方は、後藤新平記念館に多分問い合わせていただけますと、そこで、このシステムを使うことができますので、デジタルアーカイブスとしてご覧いただきたいと思います。本当にすごいサービスでありまして、検索キーワードを入れるとですね、ガーッとこう関係する資料が一覧で出てきて、それをクリックするだけでパソコンの上で全ての資料のデータを見ることができ、後藤新平に関するデータを見ることができるというすごいシステムになります。なんといっても検索システムがすごかったですね。これまではこの、例えば台湾時代のこの資料を見たいというと、先に 紙での目録をこう調べて、そしてこのリールの58番に入っているこの資料を見たいんですってことになると、次マイクロフィルムをセットしてぐる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 と回して320ページ目にやっとあったと、そういう作業だったんですね。ところが今度はパソコンをつないでいて、台湾のその資料の名前を入れるとパッと1秒で出てくる、ものすごい、しかも関連する資料もポンポンポンと合わせて出てきますので、検索システムなので、すごい格段に情報を収集する速度が早まることになります。かつマイクロフィルムというのは白黒の2色刷りですけれども、今度はカラー版ですので、後ほど後で現物もいくつか見ていただきますが、赤字で結構書き込みがしてあったりするんですね、当時で。なのでその辺もカラーによっていろいろ見ることができます。また、これは最大のメリットかもしれませんが、地理的距離を超えることができるんですね。やっぱり東京にいようが、福岡にいようが、新潟にいようが、仙台にいようが、どこにいようが、この後藤新平の文書を同じようにアクセスすることができます。かつ後藤新平の仕事というのは決して日本にとどまらないで、世界中にやっぱり関心持っている学者さんいっぱいいらっしゃって、特に台湾とかロシアとかアメリカに多いですけれども、その辺の国の人たちからするとですね、今コロナで来られない状況になっていますが、このオンライン版にアクセスしてもらえればすぐにパッと見ることができる、時差なんて関係ありませんので、その意味では地理的距離を超えるすごいシステムになります。これは丸善祐章堂さんたちが進めているデジタルアーカイブプロジェクトシステムがありまして、それと関連したことによってできたものになりました。ちょっと手前味噌な宣伝になってしまったんですが、次に考えてみたいのは、しかしなぜ今オンライン版を改めて刊行するのかという、次にこのことの説明が、一応監修者ですので説明する必要が出てきます。というのは、例えば同時期にオンライン版で資料が公開された人物がいまして、これは宮沢喜一ね、宮沢喜一が亡くなって、やっぱり昭和平成で活躍した政治家で、それが亡くなった後死後にこう整理して、そして現代史の資料として公開すると、これなら分かるんですよね、歴史の資料が出てくる順番として。後藤新平というのはもっと100年ぐらい前に亡くなっている人物で、かつ79年にそれらをほとんど網羅するマイクロフィルム版というのが 88個あるんですけど、マイクロフィルム版ですでに文書が出ている人なんですね。で、
ほとんど知られてる資料なのに、なんで今改めてもう一度オンライン版にする価値があるのかという問いが出てきます。これはオンライン版の解説の方も書かせてもらったので、そこで詳しく述べましたが、答えはマイクロフィルムを78年から9年頃に撮影した段階で、撮影しなかった資料が見つかったからです。それを見つけたのは決して私ではなくて、実は中村さんであり、後藤記念館のスタッフの方々であります。私はそれを紹介しているだけの役割なんですけど、なぜマイクロフィルムで撮影しなかったかというと、これは撮影しなかったことをけなしているという趣旨ではなくて、東京にあった資料を水沢に移管して、しかし東京とか他の地域の人が研究できるように、多くのスタッフが当時水沢に移動して、撮影、マイクロフィルムで撮影しました。ただし、マイクロフィルムというのは、映画のそのビデオを撮るようなフィルムが先にあって、そこにこう録画していくような形になるので、フィルムの分量に制限があるんですよね。で、実際に行ってみたけど、フィルムの残量を考えて、これとこれとこれを優先して撮らなきゃいけないって判断をその場でしていくと、今日のデジタルカメラでパシャパシャ撮るのと意味が違って、分量に先に制限がありますので、なので優先順位をつけて、当時ここを撮りましょう、ここを撮らないようにしましょうというような形にして、撮影漏れが出てきたというのが実情になります。この辺の過程は解題の方にかなり詳しく書きました。さて、じゃあ実際にちょっとオンライン版の雰囲気を見ていただきたくて、もちろん繰り返しますが、ご興味ある方は後藤新平記念館や他のいくつかの大学機関や学術機関、図書館とかでも今購入していただいてますし、東京だと東京市政調査会の後の先ほど言った東京都市研究所でご利用いただけることが可能です。左側にあるのが全体のそのページでありまして、検索、分類一覧、解題であります。で、この検索ってところを押すと、分類一覧というところを押すと、右側のページのようになって、各時代順にこう、ちょっと字が細かく表示ですけれども、台湾時代とか、東京市長時代とか、いろんなふうに分かれていきます。で、そこをさらにクリックすると、いろいろ見えてきて、こういうふうにですね、ちょっとこれはパンフレットから持ってきたものなので、画像が小さくて恐縮ですけど、それぞれの資料が、デジタルできれいなデータでカラー付きで見ることができることになります。公衆衛星の資料、中国、満州、台湾、ロシア、ソ連、朝鮮とここに書いてあるんですけど、こういうのが無限に広がっていくのがオンライン版の後藤新平文書になります。で、先ほどなぜ今オンライン版が観光かということ、まあ、ではマイクロフィルムの撮影が漏れたかというのを話をちょっとだけしましたけれども、これは最初に気づいたのは別の研究チームになりました。特に中京大学という愛知県の名古屋にある、チームがかなり調べてくださったんですね。彼らが台湾に関心があって、台湾の関係だと後藤新平や関係があるということで調べてくださって、調べたら、書簡、手紙の方ですね、書簡はどうもマイクロフィルムに 50% しか入っていなかったと。後藤新平記念館にある書簡のうちの全体量の 50% しかマイクロフィルムには入ってないということが分かったんですね。なので、追加の 50% 分を全部撮影して、2009年に DVD 版の後藤新平書簡集というのを DVD で出しました。DVD なのでパソコンでインターネットでつなぐんではなくて、それぞれディスクを買って入れていただくようなシステムになります。で、書簡の追加は、まあ言ってしまえば、書類よりも楽なんですね。書類と書簡というふうに2種類に分かれるんですけど、文書というのは。なぜかというと、書簡というのは、誰が作成して、何年、いつ書かれたものかっていうのが比較的特定しやすいんですね。日付とさこう書いてる人の名前が出ますので。それに対して、書類というのは、何年の書類で、誰が作成したものかっていうのは、必ずしも分からない書類がいっぱいあるんですね。だから、書類を追加でこの、ものに入れるというのは、既存のあるマイクロフィルムの資料に書類の部分をさらに追加で入れるというのは、ものすごい大変なエネルギーが必要なことはすぐその専門家だと分かるんですね。で、それを成し遂げたのが後藤記念館のすごいところであって、2010年から12年に2年以上かけてそれを全部調査されて、 50% ぐらい漏れてたかもしれないけど、それがどういうふうに漏れたのかというのを一点一点全部確定して整理されたと。で、私が東北大にやってきたのは2011年でありまして、その頃ちょうどお話を伺って、それはすごいことだと、本当に多分全国でそれを実際にできる博物館記念館っていうのはそんなにないと思いますよ。そのぐらいすごいことを やられて、これはぜひ、より多くの人に利用されるべきだと
というふうな話でご提案して、2019年末から企画化しました。ただ残念ながら、その後2020年からコロナの問題が生じてしまいまして、なかなか大変な時期もあったんですが、今回、2021年の12月、オンライン版後藤新平文書というのを交換することができました。中にはいくつか新規、それに合わせた新規収録資料、新たに収録された資料というのがあります。例えば、右上のこの写真のところで、後ほど話あるかもしれませんが、少年団資料ですね。ボーイスカウト関係で後藤新平がどう関わってたかというのは、今回のオンライン版で初めて世の中に広く提供されることになりました。また、今日の後半でこれから詳しく述べていきますが、電気編纂会資料というのがあります。これは後藤新平の電気を作る過程で、使われた資料だって、今日はこれを分析してどういうことが言えるかという話を後半に述べていきたいと思っています。少しちょっとここで水を取らせてください。大体これで半分ぐらいですかね。やっぱ50分で結構長くてすいません。今22、3分喋ったんで折り返し点ぐらいです。さて、でここからちょっとかなり、専門的というかマニアックな話になってきます。3番目に後藤新平文書の形成過程という話に入りたいと思います。これはオンライン版の解説に書こうと最初は思ったんですけれども、あまりにマニアックすぎてさすがに怒られるだろうと思ってちょっとカットして話してありまして、今日はちょっとこれからそのマニアックな話にお付き合いいただくことになります。ただまあ学術研究はこんな雰囲気なんだということも同時に感じていただければと思っています。今回オンライン版に新規収録されて広く世に知られることになった資料の一つに後藤新平博電気編纂会日誌というのがあります。実物今日はお持ちいただいてきてますので後ほどご覧にいただくことになっていますが、先にその内容の分析から入りたいと思います。2年前炭鉱日日さんで記事になって、割とこう注目されたこともあるのでご記憶ある方もいらっしゃるかもしれません。全部で4冊ありまして、事務局の記録なんですね。後藤新平の電気を作るという、今は8冊本になって、藤原書店というところから出ているものが有名ですけれども、あれを作るのになんか7年ぐらいかかっているというのが分かるんですね。1930年の12月3日から1937年の8月14日まで、これ編纂会の事務局がつけた記録なんですけども、そこを読むとですね、今先ほど言ったような後藤新平の文書文書というものがどういうふうにそもそも形成されたかということを明らかにすることができると思います。どうやって後藤の資料を収集したのか、そしてそれを整理したのか、これがですね、利用する前の段階でどういう作業を行っていたかというのをこの電気編纂会日記を通じて読むことができます。それは言い方がありますと、後藤が亡くなったのが1929年ですので、そこから最初の段階でどういうふうに後藤を検証しようとしたのかと、その最初期の形成検証活動の様子を明らかにすることでもあって、その実態や特徴を多分世の中で初めて再現することがこの資料を通じて可能になってきます。先行研究がないわけではないので、このように電気編纂過程から後藤新平の電気の文書の成立を見ようとしている研究者として、お世話になっている先生だけど、春山明哲先生という先生がいらっしゃいます。春山先生が2008年に本の中では触れられていて、論文自体はもうちょっと前に書かれたものですけれども、そこでこの後藤新平博電気編纂会の活動について分析されています。春山先生はこの電気編纂事業の中で特徴的なことの一つとして、オーラルヒストリーというですね、今日使われるような手法を使っていることだというふうに言うんですね。後藤新平に関係する人たちのいろいろ談話を取って、その人たちが後藤新平をどういうふうに語っているかということをこの電気の中でかなり早く使っている。これは歴史学あるいは政治史の研究分野でいうと、もうちょっと時代が下った1980年代90年代になってから取られる手法ですけど、早くのこの1930年代にできた電気の中にそれを使っていたというのが一つ先行研究で指摘されている内容です。もう一つ春山先生がおっしゃっていたのは、19個の関連団体から資料を収集していると。
後藤新平が亡くなった後、電気を作ろうとするわけですけど、後藤新平に関係した団体、先ほど述べた拓殖大学さんとかですね、NHK さんとかですね、いろんなところに声をかけて、その19団体が連合して、後藤新平の電気編纂というのは進んでいます。そこにそれぞれ資料ありませんかと全部調査して提供してもらってるんですね。その中の一つが先ほど言った少年団、ボーイスカウト運動だったりとか、いろんなところが含まれています。その中の一つの台湾婦人慈善会という、後ほど述べますけども、もう一度、そこの手書きの資料の存在などを、この軽山先生の論文が最初に明らかにされています。もう一人の研究者は馬場博恵先生という先生がいらっしゃいまして、馬場先生はこれ本当出たばっかりの、今年の3月に出た論文から引用ですけれども、彼女もですね、この電気編纂会資料を使って紹介されています。そしてこの電気編纂会日誌の執筆者が誰であるかとかですね、来訪者、編纂会からの出張がどうだったか、寄付申し込み、領収書発行、会議参加者内容、会議参加者及び内容とかですね、様々な業務記録が付けられていると。いうことをこの馬場先生が明らかにされています。ただ馬場先生はその業務記録だというふうに分析されていて、そことはちょっと違う角度からこの編纂会日誌を使って論じるというのが今日の後半の内容になります。つまり編纂会日誌を使って文書の形成過程自体を再現してみたい。オンライン版の解題で書いた内容の補位、その補足に補完するような内容として以下述べています。で、全部で6個ぐらいの時期に分けて論じていきたいんですね。多分聞いたこともないし、私が多分この解題で書くまでおそらく歴史に埋もれてた人物だと思いますけれども、最初は玉井康平という人物がですね、この幹事として頑張っていたというのがこの編纂会日誌から分かりました。後藤新平、繰り返しますと、後藤新平は1929年に亡くなっています。そしてその1年後、1930年の1年まで経ってから電気をだんだん作ろうと、後藤新平のという動きが始まるんですね。そこでこの玉井康平に材料を収集してくださいということが、その電気編纂チームから移植されます。で、玉井康平という人物がですね、まだちょっと分かってないところがあって、右上は、古書のインターネットで見つけてきた玉井の文章の表紙絵なんですけれども、割と文筆家、社会問題や教育問題の文筆家だったらしくて、いくつか玉井康平という名前を検索すると出てきます。で、より直接的には、仙台、出身の人で、その仙台同協会というのがあって、そこで後藤新平と縁があったということを本人がある文章の中で書いていたことが分かりましたので、その由来でもって、文章を書いているような人だから、文章の整理とか収集にもうまいだろうということで移植されたという経緯が分かります。で、合わせて、先ほど言ったように電気編纂で作ろうとなると、19個の団体に声をかけて、世話人会と一緒に会合が初期に行われています。そして先ほど館長のお話にもありました池田博史ですね、東京市長時代の部下だった彼がこの世話人チームのトップにいて、電気の材料を提供してくださいということを最初依頼状をいろいろ出してるんですね。そして発起人総会が翌年の2月13日に開かれ、後藤の3回忌、亡くなって2年にあたった会合が31年の4月13日にありましたので、そこから電気編纂会というのが発足するというのがここからわかります。さて皆様ちょっと一緒に考えていただきたいんですよ、ここからは。じゃあ皆さん、じゃあ電気を作る、後藤のことを書こうと思うと、まず何をするか。それやっぱり資料が必要なんですね。後藤新平がどういうことをしたかっていう、なんかその文字で残った資料がないと話にならないので、じゃあどこにその資料を集めに行くか。っていうと、やっぱり後藤の家に残ってるものというのがまず最初に当たるんですね。後藤家にありませんかっていうことで、玉井たちは後藤家にまずアクセス。で、後藤新平の手元に残った資料とかが遺品の中にありませんか、それを我々に見せていただけませんかということで最初始めていきました。で、これ後藤の家にとってもですね、ありがたい話というかですね、後藤新平というのは先ほどの話にもちょっと若干ありました、ちょっと貧しい出身だということもありますし、政治家として活躍した人なので、亡くなった後は大量の借金が後藤家に残ったというのは割と有名な話になります。それは多くの政治家の亡くなった後と同じですけれども、そこで後藤の遺族たちは後藤の邸宅を、これは名古屋時代のつながりですけど、旧名古屋藩主に貸し出すために家の中の整理しなきゃいけなかった。そしたら後藤の遺言と仕事関係の書類が大量に残っていたので、ちょうど電気編纂会がそれを預かってくれるのはちょうどいいということで、それを結局移管するんですね。材料を搬出して、そしてその搬出先が先ほども話があった東京市政会館という、内幸町の日比谷にあるあそこに移していって、まず後藤の文書を一斉に移していく。材料搬出作業が始まります。
これも歴史にほとんど埋もれてますが、水村正一という人物がそこで関わって整理をして、そして残った文書をこうまず一時的に調べて、後藤家と連絡取って一部は返却しますとか一部は焼却しますという、そういう最初のプロセスが始まります。右上の写真はこれもインターネットからちょっと持ってきたものなんですけど、後藤のこの頃の邸宅の本だったらしくて、本当かどうかちょっとまだよく分かってないんですけど、どうもそうらしいという材料がありました。で、後藤家の判断、それが、半年ぐらいかけて後藤家資料の搬出作業とかいろいろ整理があるんですけど、ただ半年ぐらい経ってからですね、後藤氏の後藤一蔵氏がもう一回やってくる日があるんですね、編纂会に、編纂会。実は家の中からこんなものが追加で見つかったので、皆さんでちょっと見てくれませんかって、それが相馬事件関係資料なんですね。どうも別の箱に入っていたと。で、別の目録を作ってると。相馬事件っていうのは、その、後藤新平が逮捕されてしまって、クビになってしまった、官僚クビになってしまった一大スキャンダル事件でして、それに関する資料は家の中でも危ないから、おそらく。別置されていて、取り扱い注意ってことだったんでしょうね。で、電気編纂過程がちょっと進んできて、信頼関係作ってから、いや、実は追加でこういうのもあるんだけど、ってこう出されていたっていうのが、この編纂会にしてから非常によくわかる経緯。また先ほどちょっと述べましたが、台湾事前婦人会への協力要請もこの過程で行われていることが分かりまして、それで台湾事前婦人会の資料というのがたくさん残ってた理由がここから判明しました。あとは、同じく春山先生が言及されていましたが、談話記録もここで収集しようということになって、三回忌のイベントがあった後に、追憶の夕べというのを開いていて、三回忌に来てくれた人からいろいろインタビューを取っていくということをしています。で、次に考えていただきたいのは、インタビューを具体的に後藤の関係者から取るとして、どういう人から取ったらよいか。で、資料、なぜこれ結論は、後藤の前半生を知ってる人物からまず当たっていったっていうのが、このチームでやったことなんです。なぜかというと、後半生の後ろの時代になるほど、後藤と直接接点があった人たちがいっぱいいるからなんですね、編纂会。しかし、前半生のことはまだ無名の頃の頃ってよく知らないわけで、そこの知ってる人からまず当たって、インタビューを取っていくと。そういう人たちは割と昔の知り合いだと高齢だったりするので、早く話を聞かないとダメだってことで、順番つけて、お医者さんの時代、医師時代や内務省関係の人から、たくさん資料、ここで談話を取っていくという、かなり戦略的にやったことがわかります。他には、満鉄資料を借りたりとかですね、水沢の関係の資料も集めたりします。水沢の資料は先ほどもう一回見たいと思います。一番目の玉井活動費が、大体説明したんですけど、次に漢字移行期というのが生じます。なぜかというと、玉井康平さんが病気になってしまって、入院しちゃうからです。結論で言うと亡くなっちゃうんですね、この。なので、玉井康平っていう人はほとんど歴史に残ることなかった。後藤新平問題で非常に重要な役割してたんですけど、歴史の陰に埋もれていて、ほとんど知られてなかった理由の一つになります。で、玉井康平が病気になってしまったので、代わりに中心となったのが飯塚巌という人物になります。彼はもともと臨時食卓であって、要するにアルバイトだったんですね。お手伝いに来たのが、幹事の玉井さんが病気になって倒れてしまったので、急に全責任が飯塚さんのところに降ってきます。そこで電気編纂会日誌を読むと、俺は責任が重すぎると。私はただの一回もお手伝いなのに何なんだちょっと愚痴っぽいことも返したりもします。読んでて面白いなと思うのがいくつかあって、例えばこの時にです、ある日に飯塚源が、その、丸の内警察に呼ばれることがあって、で、何なんだと思ったら、最近君らはなんかその、電気編纂会とかで寄付を集めたりしてるけど、どういう団体なんだと。本当に許可取ってんのかとかで警察に怒られてしまうっていうエピソードがあって、私は失策してしまったとか、この編纂会に返したりするんですね。この辺、なかなか、なんか面白くてですね。で、これ、飯塚巌という人も実はこの後藤新平アーカイブスを作った人なんですけど、結論で。ほとんど知られていません。私もまだ分かってなくて、一通だけ、徳富祖法に当てた、書簡があったので、徳富総合記念館の方にご協力いただいて見せてもらったんですけど、よく分かりませんでした。どんな人か。なので、もし分かってる人がいたら教えていただきたいなと思っています。で、この飯塚、幹事がいない段階でどうするかということで、理事会、第4回の理事会が行われまして、そこで結局編集委員会を作って、執筆者を選定していくということになります。で、このあたりから次に名前が出てくるのは、田辺貞義という人物。田辺貞義というのは、後藤の東京市長時代に関わったスタッフだった人で、その後東京市政調査会の会長をやったりするような形の後藤の秘書的な役割だった人です。なので非常にこう事務的にきちっとした人で、この田辺さんが収集を継続し、談話筆記を取ることも継続して、幹事が不在の段階でも何とか回していたということがわかります。かなり積極的にこのあたりから田辺が関わるようになっていって、
そして、翌年の3月、玉井から完全に事務を引き継ぐことになりました。で、先ほども言ったように、玉井は1933年の4月10日に残念ながら亡くなってしまっていて、おそらくこの電気演奏会日記以外ではほとんど活動は知られていなかった人物であります。ちょっと話が長くなりましたので、少し画像を見ていただいて気分転換していただこうと思うんですね。具体的にどういうことを今言ってるのかということであります。水沢の人に後藤博史という人がいまして、これ椎名悦三郎の実のお父さんですけれども、水沢の町長を出した人ですね。で、後藤新平がこの後藤博史にあった書簡というのがあって、伝記の中の第1巻の中に引用されている結構有名な書簡です。衆議院議員に周りで擁立しようとする運動があるんだけど、自分は関わらないと、辞退したいと言っている有名な書簡がありますけれども、この、今のデータでいくと、左側に見えるものが後藤新平が後藤博史に宛てた書簡の実物の画像ですね。で、これがあるんですけれども、編纂会日記を読むと、この資料がどうやって集められたかということを再現することができるんですね。で、32年の3月15日に、後藤博史から連絡があって、どうも後藤新平の書簡が水沢にありますよって情報をもらうんです。そうすると翌日に編纂会委員会で返信を送っていて、それを全文写して送ってもらえませんかっていうことを言うんですね。この書簡の字だけだと読めなかったりするので、そこで右側にあるのが、おそらく書簡を写して読みやすくしたもの。データなんですね。こういう加工をしないと、ただ書簡だけボーンと送られても歴史資料として使えなくなるわけで、右側のような形で読めるような形になり、そしてそれを真ん中の封筒に入れて保存していると。真ん中の封筒の表書きにゴニョゴニョと書いてあるのは、これは後藤博史宛ての書簡ですよって言って、その内容のエッセンスが書いてあるんですね。これが電気編纂家がやった整理作業になります。真ん中の封筒が。だから左の資料が見つかっただけでは多分電気として使いにくくて、それをもう何段階かに下ごしらえしてやる形にしないと電気の資料としては使いにくい、こういう作業を丁寧にやってた、ものすごい膨大にやった、緻密にやったというのがこの編纂会日記から分かる作業なんですよ。そういう話を今しているというイメージをつかんでいただければと思います。で、後藤文書の形成過程に戻りまして、3番目、漢字を引き継ぎまして、田辺活動記というのを、これ私が名付けたものですけど、があります。田辺定義さんというのは、その非常に真面目な実直な公務員だった方でありまして、引き継ぐとですね、すぐ第1回編集委員会においてリストを提示しています、4月9日。ここで談話筆記を取らなければいけない書士、どういう人が談話筆記をさらに取るべきか、それから実地調査をどこにすべきか、資料は誰に借り入れ交渉すべきかというですね、非常に膨大なリストを送って、幹事としてはこれだけアーカイブするためにやりますということを言ってるんですね。で、これ、4日後が後藤の命日、4月13日は命日で、またここで追憶会が開かれる。ですけど、その4日前の編集委員会で丁寧にリストを出してる。だから逆算して、4日後にこういう会合がありますから、そのためにはこういう準備をして、こうやりましょう、こうやりましょうと、非常にきちきちっとした人なのが、この田辺のやり方で分かるんですね。そしてこの頃に大体資料が集まってきたから、娘婿の鶴見雄介氏に正殿の執筆者を依頼するということをやって、受諾の返事が返ってきます。ただし、鶴見氏はアメリカにこの頃いました。1年間ぐらいいたので、その帰国を待って、電気執筆していただくというか、プロセスになります。で、田辺が預かって、今度幹事をやるようになると、さらに後藤文書の整理が進んでいきます。このあたりもいろいろエピソードがあって面白くて、有名な話なので割とご存知の方もいいかもしれませんが、後藤家の資料を一応ざっと整理したんですけど、次にもっと細かく分析して整理する必要が出ました。そこで、それをやったのが京都にいた清野賢治文子夫妻っていうんですね。清野文子というのは後藤新平の姪にあたる人物であって、その旦那が清野賢治という、この右上の写真の画像の人物です。この賢治というのもなかなか面白いというかユニークな人物がいまして、京都帝国大学の医学部のお医者さんになりました。その医学の世界でも結構有名な業績を残した人ですが、同時に考古学や人類学でかなり有名な人であります。というのも、資料収集マニアみたいなところがあって、いろんなものを、こう民族学的に重要なものを清野コレクションという形で収集してるんですね。だから、いろんな民族のその、ものが今日、清野コレクションとして残っている人物であります。
そういう人が後藤家文書を整理するのに適任だということで、東京にあった資料をいちいち京都に送って、京都の清野家が整理して東京に返してくるという、この往復が何度も何度もこの間行われていく。ただ清野さんというのはこの趣味が高じてしまったところもあって、この後清野事件という有名な事件を起こしまして、ちょっとここには載ればないかもしれませんが、死蔵大事なお寺のものを勝手に持てちゃって警察に捕まって逮捕されちゃうんですね。それが理由で退職になってしまうという清野事件という有名な事件があるぐらい、ちょっとある種才能と狂気は紙一重みたいなのがちょっとありますけれども、そういう人は後藤文書をこうしっかり分析していくんですね。ある種マッチングが良かったのかもしれません。ただそこでも危ないなと思ってたのは、相馬事件関係は別致してるんですね。やっぱりこの過程で田辺が取扱い注意ってことで清野にあんま触らせてなくて、実を言うとで弁護人とかにアクセスしたりとかですね、いろいろこうやってるんですけど、飯塚健がこう相馬家資料を触ってる時にはちゃんと田辺が監督してやってる。それからなんかそれを年譜にこう一生懸命飯塚健がまとめて書いたら、池田博士から注意があって、あんまり細かく書くなと、こういう話はちょっと表にしちゃいけないから、もうちょっと気をつけなさいって注意を受けましたとか編纂会日記に書いてあるんです。結構その辺素直で面白いんですよ。他には資料を写し取ったり、目次案を作ったり、完全なり歴史を作ったりして、電気編纂の準備が田辺のもとで進んでいきます。そこで8月31日、第2回の編集委員会というのがありました。この日私すごい好きで読んでて面白かった日であります。ここで役員会に資料の整理基準表というのを提出して、これが非常に好評を受けたというふうに日記で書いてあります。この資料整理基準表自体は見当たらなかったんですが、どうも後藤記念館にあることを昨日見せていただいたので、さらに追加で分析できるなと思います。でそれを受けて、珍しく淡々と書いてある事務局日誌にこういう感想が書いてあって、鶴見氏への執筆借金の半額はこの作成者に分けてしかるべしという発言があった、嬉しいって書いてあるんですね。つまり鶴見年金は最後に書く人に全部借金を送るけど、その基礎データとなる元資料をちゃんと作った人もね、いらうべきだということがこう雰囲気であってですね、こういう田辺さんとか飯塚さんとか、多分ここの場で聞いてる人、あるいはオンラインで聞いてくれてる人は初めて聞いた名前だと思いますけれども、飯塚弁とか、そういう人たちが非常に年月と努力をかけてきたのが、今日の後藤記念館、あるいはオンライン版の基礎になっているというのが、この過程で分かる内容であります。さて、4番目に行きまして、大体ここで資料整理は目処がついた。なので次は執筆者の鶴見さんが戻ってくるのを待つ段階でありますが、鶴見氏は欧米を外遊中でありましたので、その間日本の中でやれることはやっとこうという話になります。後藤家文書のさらなる整理を田辺たちは行っていて、京都にいる清野と相談していろいろものを進めたりです。あとは19個の団体へ追加で提供してほしいという依頼をこの段階で出していたりします。帝国鉄道協会、東洋協会、拓殖大学、日露協会といった団体はこれで追加提供してくれたので、正殿の中で言及されています。あとは、鶴見が帰ってきてからなるべく作業を効率的にするためにですね、さらに新しく日野、ちょっと読み方わかんないですけど、日野助政っていうのかな、新しく嘱託を雇って資料を全部書き写させてるんですね。だから多分後藤文書の中にいろいろ書簡の書き写しとかあるのこの時の作業で、そうやってなるべく鶴見が早く読めるようにすると。帰ってきたらすぐ作業してほしい。あと面白かったのは、この過程で書画商がやってる。書画商っていうのは古本屋さんとイメージしてもらえばいいんですけど、こんな後藤の資料出てきたから買い取りませんかっていうことです。売り込みが来るんです、営業さんが。その中の一つにアヘン県議の売り込みってあったりして、アヘンの意見書の売り込みとかあったりとか、あと面白かったのは安場家からこんな資料が出てきたから買い取りませんかって来るんですね。でこれはちょっとどうも本物だったらしくて、そうすると電気編纂会の人たちがすぐ事務局が連絡取って、安田家に連絡取って、なんでお前ら参出させてるんだと、こういうの電気編纂会に提供してくれと、なんで勝手に売ってるんですかってちょっと注意が入って、結局買い取って、で買い取ったら電気編纂会で、いやでもやっぱり安田家の側がそれはうちで管理したりとかで、結局電気編纂会から安田家にもう一度返されて、それお金だけ諸賀省に渡っちゃって全部中でぐるぐるしてたって話なんですけど、そんな話も分かってました。で鶴見雄介氏は1933年の1月3日に帰国しました。右上の写真の人物です。そして1年以内に法から執筆するという依頼をもともとしていたので、弁研参加としては期待したところであります。ところがですね、ここからだんだんあれって話になってくるんですけど、2月4日にまず よく読むとですね、電気編纂会日誌読んでいくと、2月4日に初めて出勤したというですね、一行が書いてあって、その初めてというところになんとなくちょっとニュアンスがあるんですね。で編集委員会が2月に行われたと。じゃあ次に何やるかというとですね、
鶴見氏は女性秘書が欲しいと言い出して、なんかその女性秘書のどういう人がいいかって、その広告を作るのに一生懸命になったりとかです、選考面接とかに一生懸命になって何十人も面接したとかってこう、そういうことに熱心なんですね。で、まあ、結局一人選ばれるんですけど、小松文さんって人が。次に鶴見氏は、市政会館の自分は9階の部屋で見晴らしがいいところで書きたいからといって、5階とか4階になった荷物を移動してほしいとですね、いろいろ運ばされてるんです、重たい中をこう。それがちょっと事務局日誌にいろいろ書いてある。で、事務局日誌読むと、5月24日に初めて鶴見氏資料を読むという一行があってですね、一行に書いてあるんですけど、かなりちょっとニュアンスは分かるんですね、そこ。ところが鶴見氏はこう、社交的な人物でありまして、もちろん鶴見の場合にしてみたら言い分はあって、満州事変後の日米関係の悪化を踏まえてですね、それをなんとか国際世論をいい方向に持っていこうというのが彼の仕事だと自己認識してましたので、彼は。その点から見れば電気編纂、電気書くことは後回しだったんでしょうけど、例えば台湾の富豪家の胡建栄がやってきて、そのパーティーをするということには積極的なんですね。そして8月、9月にはもう一度 IPR というですね、太平洋問題協議会という、国際会議の方に出てしまって、海外に行って留守になっちゃう。じゃあ帰ってきたらやってくれるのかと思うと、帰ったら今度北海道行きますって言って、北海道にまた出張に行っちゃう。で、帰り道水沢によって、これは後藤博の電気書くために調査するのであるんですけど、実際水沢で後藤の幼なじみというのがあってるんですよ。で、帰ってきて、さあ何するんだと思ったら、やっと終日記号せり、終日鶴見氏記号してるっていうのがあって、電気編纂会で。そしてその自分で書いた墨をですね、水沢に送ってほしいと依頼されたとか一行書いてあるんですね。それはやる気ないってことなんですけど。でこの晩、鶴見も恩師であった二度稲造は亡くなってしまって、11月18日にその葬儀が行われています。ということで、1年間ほとんど進んでいないんですね、この過程で。で、やれることをやるしかないから、田辺たちとしては、7団体への追加の督促をしたり、日野の書き取りを続けたり、談話を拡充している。で、まあ、徳良義一という新しい事務職宅を雇ってるんですけど、進んでない、全体の電気が一行もかけてないので、免職になっているという経緯もわかります。ここで電気編纂会の日誌のデータを見ていただきたいんですが、11月17日、11月18日、11月20日とあるのが分かり方なんですね。そしてちょっと分かりにくいだけど、11月18日にここに故・新渡戸理事の葬儀、青山斎場に行わると、新渡戸稲造の葬儀がここで行われましたってことがありますね、11月18日。11月20日、飯塚食卓遅刻とかバカ丁寧に書いてるんですが、この後ですね、今11月20日まで来ましたけど、次、11月24、25、27あるんですね。ここが空いてるっていう。11月20から11月24まで空いてるんですね。日付が飛んでる。事務局日誌なので決して生々しくは書けないんですけど、ここで亀裂があったということが他の資料から明らかになる、私は分かっています。つまりここで鶴見氏たちと田辺氏たちが絶縁してしまう、ぶつかってしまって、ここで田辺さんはもう私は責任持てないから辞めるって言って辞めちゃうんです。11月21日から23日に編纂会日誌が空白なのはそういう理由でありまして、ここから第6期にいきます。鶴見活動期というのはこの後2年間ぐらい、まあ、ここから頑張るんですよ、鶴見氏は結果的に。鶴見チームというのを作ってですね、沢田健、滝川雅二郎、二之口一郎というメンバーを入れて、そこで分担執筆して一気に執筆を進めると、電気を書くということになりました。そしてその結果出た電気は非常に優れた、素晴らしいものであって、今日でも未だに読み継がれるほどの価値のある電気、ここから生み出されたのは奇跡です。それに対して、これまで一生懸命アーカイブスを整理してきた田辺氏は、先ほども出ている市政調査会の方にある後藤新平の文庫の方の管理者になって、基本的にはこの電気編纂からは手を引くことになります。なので表に全然出てこなかった話です。間に挟まったのは飯塚氏でありまして、結局飯塚氏はこのアーカイブスの整理、鶴見を補助するという役割では役割を全うしますけれども、同時に田辺たちが離脱したことのこともよくご存知だったのでしょう。電気編纂会で鶴見が活動するときにはほとんど悪口書いてないんですけれども、辞めた後、去った後の37年の1月13日のところを読むと、少しだけポロッと心情を書いているところがありました。神妙直和という田辺ともう一人並んで漢字役をやってた人物ですけど、彼が鶴見氏に対して独特の意見を言うという、それに対して私は少し遅く感を張りました。短いんですけど、ほんのわずかな言及ですけど、気持ちをそこで吐露しているシーンがありました。
で、まあ、この対立をぐちぐちと裏話をしているのが今日のメインではなくて、ここから最後のチになるんですが、この結果から何が生じたかというと、交換な8冊の正殿で使用されなかった大量の資料が残っているという謎なんですね。多分これは前編調査をされた中村さんが一番よくご存知だと雰囲気として分かる気がするんですが、後藤新平の文書として今日現存している中で、正殿で使われている比率って私の感覚だと2割ぐらいなんです。残り8割ぐらいって、ほとんど多分正殿と関係ないか、正殿で使われてない、出てこない資料が大量に残ってると思うんです。だから正殿から入り口で入ってくると、実際の後藤文書で出てくるものを2割しか該当しなくて、かなり使われてない資料が大量に残っていると。それは多分今回のこの編纂会日誌の分析を使うと分かる気がしていて、前半で資料整理をしたチームと、後半で執筆したチームは結構分かれてる。後半の伝記を書いたチームは資料を全部読む時間がなくて、その中の一部でもってガーって急いで書いたので、実際にその前半でアーカイブとして残ってる世界、亡霊で残った世界はその後と記念館に今こう残るまでの系譜というのはちょっと分かれちゃったんじゃないかなというのが今日の意見であります。伝記は37年の3月から38年の8月まで4巻本で刊行されまして、その後伝記編纂会は10月に解散となります。しかしそこから1年かけて、先ほどから出てきている飯塚氏と、もう一人星野小次郎という人物が1年間かけて全部整理して、39年の11月に素晴らしい目録を作成し、それが元になって今治政家会館に長年保存されて、その後後藤記念館に引き継がれて今日のオンライン版までなるというところなんですね。それらの作業がなければ今日のオンライン版刊行は絶対ありえなかったと思います。まとめとして2点だけ申し上げますと、繰り返しになりますが、前半の資料整理と後半の伝記執筆でメンバーが変化していたというのが1つ目になります。そしておそらく前半に資料整理をしたメンバーは、ちょっと後半の伝記執筆の過程を斜めに見せたところがあって、横から、なんとか後藤の足跡を、自分らでやったアーカイブスを残したいとした、ある種執念のようなものが私は感じられて、それがこのすごい目録と、その後の後藤文書の形成につながり、今日の記念館の検証活動にも基礎になっている。それが多分今日の水沢までつながっているというのが、伝記編纂会に来たら分かることではないかと思います。なので今回オンライン版によっていろいろと新しい分析がされるだろうなという気がします。オンライン版によって世界中からこの文書にアクセスすることが可能になります。先ほど野坂さんからの話がありましたが、資料は使われてこそ意味をなすので、おそらくこのオンライン版刊行によって後藤新平の研究はぐっと水準が上がるだろうなということが予想されます。じゃあもう資料を公開したから関係ないかと、そうではなくて、次に分かるのは記念館さんの活動が非常に重要だと。それは検証活動であり、そして情報の集約点としての機能をしていくだろうということが分かります。近代の政治資料というのは、今日本当は高橋さんの話も前提してたんですけど、相互に連関することが重要であって、後藤新平文書だけではなくて、この欧州史には他に様々な近代政治資料が眠ってます。おそらく全国の自治体の中で有数の資料の宝庫だと思います。これほど近代政治資料が揃っている自治体全国でないはずなので、それが多分すごいことを意味を成してくるだろうという気がします。その上でさらに新しい新資料が発見されていくことがありまして、明治26年の日記、相馬事件の時の日記だったり、チャールズ・ビアードの資料などが今回新たに公表されることになりました。最後は去年と同じスライドを使ってしまったんですけど、なので後藤新平日記、今週刊行と書いてあるこの今年の秋というのは4年前を指してるんですけど、去年も同じビラを使ってしまいましたが、今年もこの最後のうちにしましたが、なんとか後藤新編に引き出して、また引き続き研究に励んでいきたいと思います。どうぞ50分以上待ってくださいましたが、私の原の報告は以上といたします。ありがとうございました。はい、藤井先生、ありがとうございました。はい、それではですね、ここで再度、休憩時間の方を設けたいと思います。私の手元の時計で、3時15分までですね、およそ10分間の休憩時間とさせていただきたいと思います。この後の発表でですね、実物の、原資料を使った、報告でございますので、ちょっとこの地域史研究講座ではなかなかない機会です。それをオンラインでですね、皆様にも見ていただくというですね、非常にアグレッシブな試み、これからちょっと準備時間もですね、少々いただきながら、3時15分からのですね、会の再開とさせていただきたいと思いますので、しばしですね、
休憩時間とさせていただきます。YouTube でご覧の皆様におかれましては、チャンネルそのままでですね、暫時、とお時間の方を頂戴したいと思います。面白いですね。面白いです。マニアックです。すみません。ドロドロパターンがありそうです。すごいです。計算ある。ある。見てもらいます。本も発表会じゃないかと。先生、ここまでね、黙ってるんですよ。教えてくれないんですよ。YouTube でアーカイブもうありがとうございます。お父さんありがとうございました。後でなんか録画かなんかで使ってる人いるかしら。ないんじゃない。 YouTube で見られるんじゃない。 YouTube でね、はい、見られじゃあそれでちゃんと見ます。どうも、とても興味深くて良かったです。ありがとうございます。ご苦労さまでした。じゃあ失礼します。空白の何日間のやり取りというのは伏見先生の方のデータとしてはちゃんと持ってない。ちょっとそれは出せないな。知りたい。
ております。会場で窓際の方に座っている方、もしよかったら中側の方ですね、窓開いたりしますので、非常にお寒いかと思いますので、前の方に座っていただいても、YouTube に映り込むことはなかろうかと思いますので、場所は、大丈夫ですので、よろしくお願いしたいと思います。これからの、報告、発表ではですね、現物の資料をですね、用いながらですね、報告をするという形になります。ちょっとこの地域史研究講座ではなかなかない試みでございますのでね、非常に、楽しみな、感じでですね、進めていきたいなというふうに思っております。それではですね、最後の報告となりますけれども、後藤新平記念館の学芸調査員で、あらせられます、中村淑子さんの方からですね、報告を頂戴したいというふうに思います。先ほどの伏見先生のね、発表でも、やはり膨大な、後藤新平関連の資料をですね、扱っている、まあ、いわばそのアーキビスト的なですね、役目を果たしておられます中村さんからのですね、ご報告となります。どうぞよろしくお願いいたします。では、こんにちは。後藤新平記念館学芸調査員の中村でございます。先日はですね、地震で被害を遭った方々にお見舞い申し上げます。本日は、後藤新平文書のアーキビストとしてというテーマをいただきまして、お声掛けいただいてからですね、早々にアーキビストって何だって検索をいたしました。で、永久保存価値のある情報を収集、整理、保存、管理して、閲覧できるように整える専門職を示すという記載がありまして、で、私どもはですね、記念館でお迎えするのは、後藤新平文書を研究される先生方、あと論文資料の調査にいらっしゃる学生さんのお手伝いもですね、いたしますけれども、後藤新平って名前はマイクから知ってるけどさ、何した人じゃっておっしゃってですね、いらっしゃるお客様もたくさんおります。で、研究者の先生方と何した人じゃっていうおっしゃっていらっしゃる人たち、私たち記念館職員がその橋渡しをお仕事としているのかなっていうふうなんですね、思って前に勤めております。で、後藤新平博ですね。で、先ほど伏見先生からもお話ありましたが、後藤新平文書が旧水沢市、現在の奥州市に移された経緯は、15年前の、伏見先生がおっしゃった、お話のあった通りでございますが、15年前のですね、2007年、平成19年に、後藤博の生誕150の記念事業がね、開催されております。で、東京の江戸博ですとか、水沢で後藤新平展、あと東京後藤新平の会の立ち上げや、福島、須賀川のお座敷列車、で、名古屋をはじめ、各地でのシンポジウムですね、が行われておりまして、で、後藤新平検証会のですね、台湾旅行も計画実行されております。で、当時のその記念事業の資料を見るだけでもですね、本当に目の回りそうなスケジュールでございました。で、私はその翌年のですね、2008年から学芸調査員としてお世話になるんですけれども、150年事業に夜ですね、後藤新平の仕事が再認識されて、で、その後、2009年、2010年と資料への問い合わせがですね、非常に増えました。で、動画の、画像やですね、貸し出しも年間200を超える、対応に追われまして、
ちなみに昨年はですね、まあ、コロナ禍で後藤新平の衛星というものが非常に注目を集めて、でその資料などの貸し出しも多かったんですけれども、大体その対応が、まあ、76件ほどで、休館もありましたので、コロナのために休館措置でですね、いらっしゃるお客様は非常に少なくなってしまったんですけれども、昨年は調査として36件ほど対応しておるんですけれども、なのでその数というのはですね、その時というのは非常にたくさんの問い合わせがあったかと思います。で当時は資料として後藤新平の電気編纂会の手による1939年に完成された後藤新平博関係文書目録というのが唯一の資料目的でありまして、記念館の基本台帳の役割もしていました。で画像をですね、ちょっとご覧いただきますが、はい、当時はですね、このような書類箱ですね、箱に水沢時代ですとか石時代、台湾民政長官時代、東京市長書簡、政治の倫理化、あとパンフレットっていうようにですね、ラベル貼りされた箱があるんですけれども、これに書類がぎゅっとひとまとめにされているような状態、こういった状態でですね、資料の保存されていたので、資料の問い合わせがあるとだいたいこの辺かなっていうおおよその見当をつけて、どれどれと探す塩梅で原資料に負担をかけるようなですね、状態で資料が保存されていました。でそこで2010年から任用された緊急雇用の職員さんですね、お手伝いいただいて、延べ3ヶ月にお一人ずつ4名とともにですね、資料を中性紙に入れて分類ごとに保存箱に収める作業を2年かけて行っております。で並行して資料情報をパソコンに打ち込んでですね、データ化したことで、ナンバー、大体資料の目録のナンバーカウントで2万8000点で、総数に直すとですね、4万点近い資料の管理とですね、検索がスムーズにできるようになったと思います。で現在の資料館の保存はですね、こういった状態で資料を保存しておりますので、時代ごとですとか分類からですね、中には中性紙で一点一点収まって入っておりますね。とても検索をしやすくなっていると思います。でこの作業半ばの2011年3月にですね、東日本大震災が発生しまして、ちょうど記念館の方でも作業途中だったんですけれども、その後は関東大震災の資料であったりとか、あと復興関係のですね、資料の問い合わせが多数ございました。また後藤博が発行した資料目録でパンフレットと呼んでいるような小冊子ですね、こちら100冊を拓殖大学さんのご協力で復習してですね、複製を手に取ってご覧いただけるような形にも準備してございます。あと資料調査に対応しながら整理を進める中で、1980年ですね、昭和55年に発刊されたマイクロフィルムのマイクロフィルム版の後藤新平文書の特に台湾時代のですね、資料の未収録が多いと実際にその整理を始めてから感じました。でこれは中京大学の檜山先生のご研究室にですね、協力をいただきまして、台湾民政長官時代と分類された資料ナンバーが数字の他に通常ですとか何とか時代の1番から何番っていうようなですね、ナンバーが振られているんですけれども、それがアルファベットのナンバーが後の方にずっとつけられている。でこれはそれまでのマイクロフィルムには収められていない部分の資料だったので、このような膨大な資料がどうしてこのような形で残されているのかなっていうようなところにですね、疑問を持ってですね、
で、それは台湾総督府の協力から目録完成後に追加された資料であったのではないかということ、で、それでマイクロフィルムには入れることができなかったのではないかということですね、推測されるということ、その資料の流れとして、まあ、整理をする上でですね、それが今回の、オンライン版のですね、資料にもつながっていったのかなと思います。で、昨年12月に販売されたですね、オンライン版のマイクロフィルムの文書には、非常にこう活用、私たちが扱っていてもですね、活用しやすくて、もう一度使ってしまったら手放せないっていうような感覚の感想を持っておりました。で、カラー版で、ありますので、とても原資料に近い形でですね、ご覧いただくことも可能です。で、4番ですね。で、その時の作業の様子がですね、こういった形で技師さんたちが作業を行ったんですけれども、本当に隣の後藤博記念公民館のですね、一室をずっと撮影用のお部屋として使いまして、このようにですね、一点一点資料の撮影を行っています。なかなかご覧いただくことないと思うので、ぜひこの機会にご紹介したいと思っていました。で、今回はですね、その他に実際に記念館の資料を見ていただこうと思いまして、お持ちしましたので、じゃあこれから準備を始めていきたいと思います。こっちのカメラに。お持ちした資料の1点は、コロナウイルスの発生で注目を集めた日清戦争期間編の兵器事業をですね、成功させた後藤新平が、次の大仕事、台湾の植民地政策に関わるきっかけとなった資料でございます。台湾アヘンの意見書と、台湾とアヘン制度に関する意見というですね、一つの巻物になった資料なんですけれども、なぜ本日こちらをお持ちしたかというと、実はその、マイクロフィルム版のですね、資料の中で、この資料というのは実は、後藤新平の中でもですね、台湾にかかるきっかけとなりましたので、とても貴重な資料なんですけれども、それがマイクロフィルムに収められていなかったんですね。ちょっと待ってください。はい。はい、では続けさせていただきます。先ほど声入っているかもしれないんですが、私が務め出してですね、一番苦労した資料でありますので、ね、今回ご紹介したいと思っていますが、じゃあ先にこちらですかね。
はい、この意見書はですね、1895年、明治28年にですね、11月13日に内務大臣である吉川に提出されまして、さらに内務大臣から台湾事務局の総裁である伊藤博文に宛ててですね、12月24日に提出された資料でございます。こちらですね、台湾アヘンの意見、ね、台湾における台湾制度が、まあ、細く一時しのぎの間に合わせに流れてしまえば潜在の不利を残すに土地を選定すると同時に内地同様にアヘンの喫煙は延期されなければならない。で前段にですね、そのようなアヘンに対する禁止のですね、反対説を喫煙は厳禁であるという力説をしている文書でございます。でその後は緩やかな全禁煙方法ですね、中止といって強制的に行うのではなくて徐々にアヘンの害をなくしていこうというそういった全禁煙方法がこの台湾とはあっているんだということをですね説いています。でそもそもアヘンの場合は一旦その喫煙が習慣となってしまうとこれを中止することが難しく、そしてついにダミーを生ずる原因になってしまうのだっていうことでですね、この中で書き上げています。でそのお隣こちらですね、こちらは台湾アヘン制度に関する意見書、アヘンがですね人種に有害であることは今更弁を要しない、それはねみんなが知ってることだと、開国の初めにおいて早くから禁制が腐れっていうことがうんぬんと続いておりまして、こちらにはですねそもそもアヘンの場合は一旦その喫煙が習慣となってしまうとそれを中止することが難しく、そしてついにダミーを生ずる原因となってしまうということをこの辺りにですね綴られています。新古東博のこの巻物の後ろの方にはですね、等しく帝国の臣民、これは日本国国民、そして新しく国民となった台湾の人々に対して法律をですね2つ3つその場所場所に分けて1つにできなくてですね、いくつも作るのでは1つの国の臣民として出すことが難しくなってしまう、それでは問題が生じてしまうから、これを一つの国としてですね、法律として、そして市民として掲げていかなければならないということを今年自身言っています。で世が国民衛生上の一端にですね、まず大いに国家のためにそれを宣言するのであるということがですね、この文章の中に込められています。そして強い言葉で時期は逃してはいけない、遅れてはいけないのだということがですね、この文面の中には書いてあって、必要なのはその順序や方法が適当かどうか、その一言に尽きるのであるということがですね、この文面の中に記されています。でこの資料、このような資料がですね記念館にはさこういう残されておりますので、でこの後は先ほど伏見先生のお話の中に出てきました編纂日誌ですね、こちらをご紹介したいと思います。
こちらがですね、編纂日記の原本であります。4冊になっておりまして、昭和5年の12月3日からこの日記が綴られています。その日記に関してはですね、本当に私ども記念館には、本当に先ほど野坂さんのお話の中で、奥州市の一般の方々の資料に関する考えというものに非常に近いものがありまして、この編纂日誌は後藤新平文書と一緒にずっと記念館の方に収蔵されていたんですけれども、資料とはまた別枠の箱に収めてありまして、目録もですね、資料前の部分に実は記載してあったんです。なのでそこにあるにもかかわらず、私たちはちょっと気づいていなかった資料でした。で、それをですね、新先生や先ほどの馬場さんですとかですね、あと今日は欠席いたしましたが、奥州市の高橋学芸員が、これは面白い資料なんだよっていうことをですね、私たちに気づかせてくれた、そういった資料でございます。なのでこの説明に関しては、先ほど検査日誌を読み取れた新先生の方にお手伝いいただきたいと思います。お願いします。マイク、マイク、はい、大丈夫です。初日の最初の記録だと思うんですけど、入ってないですか？ここにあるのは玉井浩平さんという玉井浩平さん。最初の漢字は玉井さんが就任する経緯ですね。材料収集の件、移植のことと書いてあって、初日にこの日から延期編纂が始まったと1ページです。そういう意識ですね。私は初めてだ。あとは私が写真で恐縮ですけど、単語日日さんの記事になったのはですね、1936年、昭和11年の2月26日の記載が、これ高橋学芸員がそこに注目して記事になったんですね。いわゆる226事件というですね、陸軍の一部の人たちが軍事放棄をしてクーデターを起こそうとしてですね、首相官邸とかいろいろ永田町の近辺に銃を持って軍隊を出動して反乱を起こした日、いわゆる226事件ですけど、で、これは場所というのが、市政調査会が市政会館の日比谷公園の近くにありまして、中田町霞ヶ関のすぐ近くですね。なので、その日の2月26日に非常に生々しいことがここに書いてあるというのが、高橋さんが発見した感じですね。ちょっと字が話しちゃって、にくいですかね。最初からちょっと終わってみましょうか。2月26日。今日もまた雪が降ってました。あれ、26時間雪が降ったりの有名な話なんですけど、9時出勤、エレベーターホール、何事もなく来られましたかと、小池塚さんから書いてですね。それでエレベーターホールが声をかけられた昨日、何のことかよくわからなかった。で、それでエレベーターホール何かあったのって聞いたら、いや、今朝ですね、陸軍の一部の人たちが軍事行動を起こして、渡辺教育総監、高橋これ以上ですね、高橋大倉大臣、これ斉藤誠です。斉藤内務 大臣、そして岡田首相、当時は岡田健介総理大臣の暗殺されたと思われてたので、実際は違った、ギリギリの死、助かったんですけど、岡田首相、その他、名刺を襲い、殺傷したという、すごいニュースが入ってきたんですよ、この日比谷公園まで歩いてこられたんですか、びっくりしたという話ですかね、解放内。こういう怪しい情報があると。で、首相人々に問い合わせと、真相らしきものには返ってくれずと。すべて流言のたたくないと。こんな感じなんですかね。まだだから出どころがわからない、情報がわからないけど、なんかその錯乱している様子が多かったんですね。もうちょっと続けたんですか？世情の模様。不安と興奮との気づかず、まあ、この辺の雰囲気わかりますよね。この混乱してすごいニュースが入ってくるからざわざわして気づかなくて、なので交通遮断とかで警戒線で4時早々に退出したと、今日は早く帰った、ね、これが2月26日。
で2月27日もやってきて、9時半に出勤しと、まあ、今日もまだ雪と思いますね。で、いろいろ情報を聞いて、この日も噂話で終わってしまったので、仕事を手に使った際に妻が帰ったんですね。これでも飯塚さんの妻なんですけど、2日目も噂で終わってしまったと。で、28日の日ですね、この日はちょっとさらに緊迫するんですね。新橋に下車して、初めて事件の重大性を目撃したい。この辺は新橋手前通りで歩いてみたんでしょうね。きっとですね。物々しき、武装部の戒厳部隊ですね。機銃をおこしらえ、永田町を包囲し去るの体系にて、厳然として警戒せんと。いよいよ武力鎮圧を決心したりや、まあ、いよいよ軍事的にこれは抑えられるんじゃないかと。よって緊迫してくるんですね。事務所に至ることをゲスト、事務所に、すなわちあちこち警備線を潜りて、ようやく事務所に入るんですね。警戒線が引いてあるので、いろいろ潜って、やっとなんとか事務所の指輪っぽいにたどり着いたと。で、その後ちょっとこれ、はしょっちゃいますけど、いろいろ噂話をしてたんですけど、もし本当に軍事衝突があったら、ここの日比谷のあたりは危ないから、退去しなさいと言われてですね。それで今日は帰りましたって話、この後に続いて。こんな感じのが流れます。ありがとうございました。本当に資料はですね、歴史を物語るというのが今の解説でよく分かったと思います。なので、後藤新平文書のその成り立ちに関しても、この歴史というのは非常に重要性を秘めているんですけれども、この編纂会が置かれた場所が日比谷公園の中にですね、ありましたので、いろんな集会のこの集合場所になっていた。なのでその時代のですね、そういったいろんな出来事がこの場所で起こっていた。それを一般のですね、生活をしている中でのその日誌に書かれているというので、本当に歴史上から見てもですね、貴重な資料であったんだということを私たちも感じております。で、今回はこれで私の方ですね、解説も終わらせていただきます。ありがとうございました。中村さん、ありがとうございました。生の本物の原子力を使ってもですね、発表ということでですね、なんかこういう雰囲気でオンライン資料調査とかもね、できそうですね。後藤新平記念館の収蔵庫で資料たっぷりございます。資料を広げてね、伏見先生からもね、お話ありましたけど、とにかく膨大な資料をですね、扱っていらっしゃる、わけですし、で、なおかつ、やはりその、一つずつめくっていくと、貴重な、重要なですね、226事件の当時の様子。しかも、やっぱりその、生の、なんですかね、混乱ぶりというかですね、本当は慌てふためいた。ようなですね、状況っていうのも本当に、リアルにも垣間見れる、そういったですね、資料をご紹介いただきましたけれども、ここで一通りですね、本日のご登壇の先生方からの報告の方、以上と、なりまして、で、ちょっと本来ですね、歴史参加、教育委員会歴史参加のですね、高橋勝孝さんにですね、本日はご登壇いただく予定ではあったんですけれども、ちょっと都合によりですね、本日欠席ということで、資料はね、頑張って準備してくれてたので、いつかリベンジの機会ですね、1年後になるかどうかあれですけども、発表の機会はですね、設けたいなというふうに思っております。時間の方もですね、終了予定の4時に迫ってはおるんですけれども、ここで会場の皆様、もしご質問等あればですね、ここで、お受けしたいと思いますけれども。よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあちょっと今マイクを回します。大丈夫ですか、大きい声で話します。すみません、近所の菊池直子と言います。後藤新平が15歳の時に伊沢県庁の9時4分っていう話があったんだけど、私は思から来てて、水沢と伊沢っていう言葉の境目と意味がよくわからないんですけど、去年の
一層県庁っていう話が聞くことあるんですけど、その一層県庁っていうのはどこにあってたんですか？です、終わり。はい、今奥州市役所ありますけども、あそこに水沢城が実はもっと広くあって、その郷町も含めで、その跡地の方に伊沢県庁というのができています。で、随分その当時はもう激しくどん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 県庁も変わっていって、登米の方に水沢県庁というのもできますけども、最初に一等最初にできた伊沢県庁がそこに今の奥州市役所校長のところにできていました。信号機すぐ高等博記念公民館のところに信号機ありますけども、あそこあたりが大手門になるという形になるようです。はい、こちらの方に水沢の方の奥州市役所のあたりのところに伊沢県庁、そこのお城の跡地にできたということです。はい、他に会場の、皆さんからご質問とあればよろしいでしょうか。はい、ですね、YouTube のチャットの方もですね、はい、コメント、はいただいておりますが、コメントいただいた方ありがとうございます。はい、ですね、それではですね、時間も間もなく終了となりますので、最後にですね、お三方からお一言ずつですね、お一言二言ぐらいずつですね、頂戴できればというふうに思っております。で、本日は後藤新平を軸にですね、今日は皆様にお話をいただいたわけなんですけれども、今後の後藤新平研究、記念館からもですね、お出ましいただいておりますので、後藤新平記念館の役割でありますとかですね、それからあと伏見先生の話の中で、後藤新平に関わらずですね、その奥州市の、その先人、特にその政治ですね、に関わる先人が非常にこう多いという話もありましたので、その辺にもちょっと、特に伏見先生の方から触れていただければいいかなというふうに思っておりますし、あとはその中村さんにおかれましては、普段からですね、平時よりその膨大なその資料群を扱っているということも踏まえまして、その今後 の, その後藤新平資料と の, その向き合い方といいますかですね、そういった点などについてですね、それぞれちょっと、お話を、頂戴できればなというふうにこう思っております。すみません、佐藤館長の方からお願いいたします。はい、後藤新平、100年先を見据えたさまざまな政治行政ということで、いろいろ私たちの心の中に入ってきますけれども、実は後藤新平がさまざまなことをやって、ちょうど100年の節目が今の時期がいっぱいあります。で、今年がですね、ボーイスカウトの100年、総長をやって100年で、来年が関東大震災の帝都復興院の総裁をやって100年、その次は東京放送局 NHK ですね、前身に、そこの初代総裁やって100年ということで、私たちも通常の常設の企画、常設の展示はもちろんやってますけども、それぞれのその節目節目に応じて企画展をやって、そして皆さんにまた再度ご来館いただいて、新しくまた見つめ直していただきたいということをいろいろやってます。ということで、今年は中間に夏場あたりのところで、ボーイスカットの100周年の企画展ということを予定しております。ということで、その随時さまざまな企画を用意して皆様をお待ちしてますので、ぜひ足をお運びいただいていただければなというふうに思ってます。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。常にもう何かの100年っていうのはね、やっぱりこの
もう後藤新平ならではの実績ですよね。いろいろなことに携わっているからこそですね、常にこう100周年ですね。まあ、館長さんや職員の方は大変かと思うんですけれども、いろいろですね、これから事業、等々でですね、その100年を記念した様々な事業を設けられるというふうなお話でございました。それでは伏見先生、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。今の菊池さんがおっしゃった点が私面白くて、水沢って名前のその水沢県庁って確かに宮城県の北の東名の豊間ってとか、あそこ明治の宮城の明治村って呼んだりするんですけど、あの辺に県庁の史跡があるんですよね、当時の。でそこから分かることは、水沢っていうのはその北上川の水運を遡っていくと宮城にこう下流に行くと宮城につながってるというんですね。水沢から登米を経て石巻に出てくから、そこの水運でこう結構つながりが強かったと。でそういう意味では昔からもその一体化してますし、仙台藩の領地だったことも多分関係していて、岩手県の南部というのは比較的こう仙台のやっぱり影響が強かった地域っていうのが一つまずあるかなと思うんですね。でその点が多分奥州市さんにこの近代政治家の資料が残っている一つの理由かもしれませんけど、で、先ほど野坂さん の, そのからもご指摘あったように、今日いらっしゃらなかった高橋さんと一緒に今進めているのは、さまざまなその奥州市の政治家さん経験した人、町長さんとかですね、国会議員とかした人の資料が結構大量に複数人のが残ってるんですね。荻田仁助とかですね、高橋何ですか、高間資料とかですね、いろいろあるんですね。でこれがなぜ私の分野の政治学、政治史研究で重要かというと、岩手県の歴史、近代政治史というのはしばしば原敬の日記によって結構描かれてるんですね。原敬の史料、彼は盛岡の人だったので、盛岡から見てこの県南地域がどういうふうに見えたかっていうふうなところが圧倒的に研究が多いんです。で原敬ってやっぱり全国の政治家の中でもトップ3に入るぐらいの有名な資料を残してるし、ランクで人なので、原敬の目から見た岩手の歴史はいっぱいあるんですけど、盛岡とちょっと県南の地区って多分文化的にも違ったのもともと経緯もあって、この奥州市でいろんな近代史の資料が出てくることによって、かなりそれとは違った形で原の目には見えてこなかった実態のところが今度見えてくると。彼らはむしろ後藤新平に期待するところもあるんですよね。なのでそんな意味でこうまだまだ資料が、最初は意味がわからないような形に見えてる資料が一つ一つこうつながってピースになって、最後はこうパズルになるみたいなですね、そういう今まさに広がりつつあるところ、高橋学芸員たちとか一緒に活動しているところでありまして、来年度もし1年間に間に合えばその成果を少しご報告したいなと思ってます。今日はありがとうございます。はい、それでは中村さんの方からはい、いかがでしょうか。はい、今後の資料活用っていうことをですね、先ほどおっしゃって、今のコロナ禍の時代でもやはり発生した当時ですね、後藤新平の日清戦争からの帰還兵 の, 対応っていうことですごく注目を集めたんですけれども、その時にはやはり経済と衛生、まあ、人々の命というものを分けて考えることがおかしいんだっていうことを後藤新平話していて、とても面白いなと思ったんですが、で今この、まあ、コロナの蔓延がですね、まあ、収束に向かう、まあ、政治的にそういった方向に向かっているときに、そういった検疫のですね、授業が終わったとき、後藤新平何をしたのかなって、でそのときに行ったのが、先ほどご紹介した、まあ、台湾への関わりであったりですね、日本の中ではそのお医者さんというものですね、それまでは県単位でまあ収めればそのお医者さんになるっていうところを、その専門職ですね、衛生の検疫官であったりとか産婆さんだったり、そういった人ときちんとした専門のですね、資格を確立していこうって、そういうようなことをですね、後藤新平は行っていました。なんとなく生きていくヒントっていうのがその資料の中から見出せることもあるんじゃないかなっていうふうに感じます。でもう一つ最後お知らせなんですけれども、昨年末にですね、岩手県限定で放映された後藤新平の60分番組がですね、今週26日土曜日なんですけれども、実は90分に拡大されて全国ネットで放映されます。で詳細をここで話してもいいのかちょっとわからないんですが、記念館、後藤新平記念館のホームページにですね、詳細記載してありますので、どうぞ皆様ご覧くださいませ。
お知らせでした。はい、ありがとうございます。あ、そうですね、ちょっと私の方からも、ちょっとさっきのですね、ちょっと水沢人脈というところでですね、ちょっともう一回写真を共有させていただきたいと思うんですけれども、高橋和孝さんのですね、方の資料でも、実はこの水沢人脈という部分にこう触れられておりまして、まあ冒頭で私の方からもちょっとお話をさせていただいたわけなんですけれども、やっぱりその、まあ、これ東京に集まった、まあ、いわゆる水沢出身の、方々という、これだけ、ですね、もう40人ぐらいこう、ね、揃っているわけなんですね。で、一人一人見ていきますと、もちろん後藤新平、斎藤誠はもちろんですけれども、まあ、財界にいたその三菱重工の社長ですね、大郷清であったりとか、教育者であった斎藤秘書ですかとかですね、この方がですね、藤原喜蔵ですね、初代水沢市長ですかね、とかですね、あ、最近私、江差金札前、まあ、今年100周年ということでですね、いろいろこう、取り組んだ中で、この、藤原喜蔵っていう人は当時、朝鮮にいてですね、ね、陸132号という、まあ、江差金札前をですね、普及させたということも言われておりまして、まあ、非常にやっぱりこう、非常にその中央で活躍されていた方、一人一人のこう実績を見ていくとですね、まだまだその奥州市 の, その先人研究っていうのは、本当にこう、こう歩みをね、歩み半ばというかですね、まだまだこれからですね、いろいろ調べなければならないこと、もちろん伏見先生はじめですね、いろんな先生方のお力をそれをいただきながらですね、もっともっとですね、この先人たちの実績というものがですね、こう明らかになって、そしてその、まあ、奥州市のまあ一つの魅力としてですね、今後こう発信されていけばですね、もっともっとその歴史的な広がりにおいてもですね、特にやっぱりその近現代史に深く関わった人たちっていうのがこの、この奥州市、まあ、炭鉱地方からですね、排出されているというふうなんですね、まあ、先ほどの伏見先生のお話の中でもあった通りですね、やっぱりそういった地域性を持った場所だっていうところをですね、こう念頭にこう置きながらですね、いろいろこうなことがこう分かってくればいいのかなというふうに思います。まあ、椎名悦三郎とかもですね、この頃は官僚ですだったと思うんですけども、まあ、やはりその政治家としてですね、非常にやっぱりその著名な政治家でもあったわけですので、後藤新平とももちろん関わってくる人物ではありますしね、非常にやっぱり、これからのですね、こういった人物を軸としたですね、その地域史の研究っていうのもですね、やはりこう、力が注がれていくべきであろうかなと、まあ、いうふうな、ところでございます。ということでですね、時間となりましたのでですね、共有を終了して、ね、長時間にわたりましてですね、本当に最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。今年度の地域史研究講座につきましては、今日が最終日ということにはなりますけれども、まあ、来月4月以降はまた新年度ということでですね、さまざまなその地域史に関わるですね、資料調査でありましたり、資料調査であったりとかですね、それからのやっぱり伏見先生などですね、引き続き、さまざまこの地域のですね、資料研究などにですね、ご尽力いただくというふうなですね、形でこう継続されていくというふうに思いますので、また1年後ですね、この時期に、まあ、大体1月、2月、3月に地域史研究講座、毎月1回ずつ、予定しておりますので、その言う場でですね、また新たな発見、それからその地域の魅力も、含めたですね、情報発信をですね、皆様と共有しながらですね、こう、お話できたらいいかなというふうにこう、思っておる次第でございます。ということでですね、本当に長時間にわたり、本日はですね、皆様に御礼を申し上げましてですね、本日の地域史研究講座、一切をですね、終了させていただきたいと思います。佐藤館長、伏見先生、そして中村先生、本日は誠にありがとうございました。
天野さんもですね、3回にわたりいろいろご協力いただきまして誠にありがとうございました。それではですね、以上をもちまして地域史研究講座の方、今年度のですね最終回、終了とさせていただきたいと思います。YouTube をご視聴の皆様、会場の皆様、非常にありがとうございました。